はい、皆さんお花にのなりクレアです。本日もよろしくお願いいたします。今ね、マイクがミュートボタンで一通り挨拶をして同じことを2回言いました。はい、ということで皆さんお待たせいたしました。待機もありがとうございます。もぐもぐしておりました。プラネさん、いろはさん、だっけさん、ピロシキさん、あとリュウホーさんもかな。待機ありがとうございます。そしてエマノさんもいらっしゃい。こんなに Don't think be っていいですね。はい、プラネさんも改めてお花に、タチヤさんもこんにちは、リュウホーさんもお花にです、だっけさんもお花にね、ミュートでしたね。エマノさん、こんなに改めて。はい、ということで朝からホグワーツでお勉強をしたいと思います。本日はね、よいしょ。今日はね、アニエス君は例のトリミングの日だったりするんで、メンテナンスデーということなので、まあ、私はもう今お家でメンテナンスをしておりますのでね、よいしょ、一人でやっていこうと思いますよ。後で配信見るから大丈夫って言ってたんでね。続ける。いやー、しかし二度寝したけど、いやー、やっぱりまだ眠いな。眠いってわけじゃないんだけど、なんかポワポワしてますね。さあ、今日は何回決闘するのかな、この世界で。さてさて、音量バランスとかね、あったら教えてください、ね、やばい、なんかちょっと原神やりすぎて、なんかこの花とかちょっと四角ボタンで取りそうになってる。これなんかスベールローズとかに似てる気がする。もうどうでもいい話をしちゃった。さあさあさあ、記憶を思い返そう。私は何をしてるんだっけ。確か前回授業したところで終わった。あ、そうだ、動物学の授業に出席したんだね、前回ね。で、高2のロドル高2のロド国を見つけなきゃいけないのか。あー、そっか、ホグズミートに行ってシローナと話すって話だったね。あー、そう、ここら辺もちょっとやりたいんだよな。満月草を育てて収穫する。3つの戦闘植物。お金がないんだよな、今な。いずれにしてもそうなんだよね。めちゃめちゃいつの間にかクエスト増えてる。何ですかこれ。まあ、とりあえず、ああ、そう、デビガイズの月もどうにかせんとな。あ、ここら辺探索したら出てきそうだよね。じゃあちょっと目に進めていきましょうか、とりあえずね。よいしょ。あ、奈良さん、こんにちは。いらっしゃい。お、ただいまやってる風火祭だよね。そうそう。みんなやっといてくださいね。ちょっと稲成家はみんなが終わったぐらいにやりますんで、来週。さて、どこに行けばいいのかな。そう、魔法の勉強実践編でございます。完全にこのね、だいたい4日ぐらい空けてホグワーツを今やってるんで、ちょっと、ま、操作が毎回おぼつかないところから始まりますんでね。慣れてきた2時間後3時間後ぐらいにちょうどこう配信が終わるっていうことをいつも繰り返してるんで、前半はね、だいたい戦闘がグダグダになりがち。さあ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 、しかし今どれぐらいなのかな、ストーリーの進捗的には。結構ストーリーガンガン進めてる印象だけど、まだまだ序盤なのかね。まあさすがに中盤はいってるか。こっちでした。よいしょ。あ、ピラシキさん、こんなにいらっしゃい。いろはさんもこんなにいらっしゃいませ。おや、よく来たね。どうも。ライアンさん、メガネかけたままだった。トロールの襲撃の時助けてくれたお礼を改めてしたかったんです。シローナでいいよ、力になれてよかった。いや、なんかこういうバーの店主って感じですね。 あなたとお友達がここにいてくれてよかった。よかったです。あの日ここでゴブリンと話してましたね。毎回ここがゴブリンが高2って呼んじゃう。友達だよ。お、そう、なんで信用するか、ゴブリンを。気になりますね。お、久しぶりのお休み。あー、いいじゃんいいじゃん。いやー、ゆっくり休んで。ほんと寝落ちしてくれ。むしろいいね、久々のお休み。古い知り合いだよ。学生時代に出会ったんだ、店を買うずっと前に。え、その時はまだ友達とは言えなかった。
魔法族への不信感が強くて。なるほど。でも今は友達？そうだよ。何ヶ月か前に来てくれたんだ。それが数年ぶりの出会いだった。でもすぐに私が分かったみたい。私は魔法使いじゃなくて魔女だって気づけない同級生もいるくらいだから、それだけでいいのさ。ランロクやその支持者とは違うゴブリンもいる。ちょっと待って、ま、魔法使いじゃなくて魔女だって気づけないって、ちょどういうこと？話がしたいです。特にランロクのこと。シロナさん、どういうこと？あの噂を気にしてるんだね。ランロクがあのルックウッドと手を組んでるって話。そう気になってます。ここにいなければホックスヘッドで商売してるんじゃないかな。信頼できる金属商人だよ。なるほど。私と話したって伝えて。今はきっと魔法使いを警戒してるはず。あなたみたいな若い子でも、とはいえ、ランロクを阻止するための情報を探してるなら、きっとロドゴクは力になってくれる。ランロクを阻止するためにロドゴクに話しに行くってことだな。ルックウッド気がかりですか？てか、この前は一時停止機能がないんだよな、このゲームな。彼らは怖くないんですか？弱い者いじめをする奴らだよ。当然さ、絶対に許さないし、私の友達を追い回すのもやめてもらう。誤解しないでね、あれは危険だ。迂闊に手は出せない。でもチャンスがあれば思い知らせてあげないと。私たちはお互いに支え合ってるってことを。なるほど。聞いてることなんかありますか？ランロクとルックウッドが何をしてるか聞いてます？いや、不安定な協力関係にあるらしいってことくらいだね。魔法使いとゴブリンが仲良くなるだけでも珍しいのに、あの二人が？きっとお互い相手が持つ何かを狙ってるんだと思う。おお、なるほど。そういう協力関係みたいなもの。企みを阻止するなら両方まとめて倒さないとね。いいですね。ありがとう、シローナ。ロドゴクを見つけたらよろしく伝えておいて。そんなに強い敵がいるなんて何があったか知らないけど、お願いだ。あ、ね、マグルだけど魔法使いだよ。は、いや、私一瞬さ、魔法使いは男の子、魔女は女の子みたいな話もあったからさ、なんか私のことを魔女って認識してくれるだけでもすごいみたいな。え、男女の性別の話って今一瞬思っちゃいました。そんなことはないですよね。なことはないですよね。ちょっと私みたいな人間はちょっとレベリオ一時停止起動が欲しくなっちゃいますね。取得。何ですか？あ、グミね。グミね。どこへ行くのか。の人クエストかな。すみません、何か言いましたか？あら、ごきげんよう。独り言よ。独り言。私はクレメンティン・ミラージ。大きい独り言ですね。森の端で見かける可愛らしい蝶について考えてたの。私が近づくたびに森の中へと羽ばたいていくのよ。ホグワーツに通っていた時、生徒の森への立ち入りが禁止。危ない森へのいざないじゃん。恐ろしい話を聞かされて以来、理屈じゃない恐怖を抱くようになったの。変なこと言ってるかもしれないけど、蝶が森のどこへ向かっているのか。あ、そういうことね。しょうがないの。あなたに調べてもらうなんてことはできない。蝶を追いかけてほしいんですか？そうなの。もしよかったらね。なぜ自分で追いかけないんですかって聞きたいんだけど。森についてどんな話聞いてますか？禁じられた森の世にも恐ろしい話っていうの。危ないって話だからね。生徒が首をはねられる不思議な事件から、恐ろしい蜘蛛の巣まで何でもあるわよ。11歳で聞く話じゃないわね。頭から離れなくなる。私11歳、あれ5年生でも11歳だっけ。あれ、それじゃあ時間があったら。そっか、5年生って11歳か。最近の子は一番勇気があった頃の私よりずっと勇敢ね。16歳ぐらいかと勝手に思ってた。私はよくここにいるわ。近いうちにまた会いましょうね。固定声見たら朝ごはん何食べたんだ。やべえ、忘れない。朝ごはん米固定にしたままだった。頑張ってね。よいしょ。一回解除してから。朝ごはんはね、ちょっとね、本当はね、パン的な何かを食べたかったんです。今日はちょっとパンの口だったんだけど、ご飯しかなかったんで、卵ご飯に昨日の余った煮物を食べました。すごいシンプル。里芋と人参の煮物を食べました、私。今行くよ。ちょっと待って。
メインクエストの方を先にやりたいんだけど、メインクエストをやりたいんやけど、いや、ホックズヘッドの宿屋でロドゴクを見つけるね。ここね。危ない危ない、出るところだった。そう、朝和の朝食になりました。でも私本当にさ、朝食あんまり食べないかったからさ、ここ数年さ、こうどうしても薬を飲むために今あの朝昼晩って時間通りに食べなきゃいけなくって、なんか久々に朝ごはんを食べるんだけど、なんかこう食べるとやっぱ活力が湧くからいいよね。当たり前のことを言ってるけど、なんか大人になるとさ、ほんと朝ごはんちょっと面倒で食べなくなりがちだけど、なんかちゃんと食べた方がいいんだなーってね感じてます。ただ量は入らない、朝ごはん。もうね、ご飯もちょっと半分ぐらいで全然十分って感じ。おー、いる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 。いや、渋いね、ロドゴク。渋い、渋いゴブリンだね。ロドゴク、シローナがここにいるだろうって。シローナが？何か情報をもらったのか？え、なんかいい人そう。あなたと話したくて来たんです。ランロクのことで。思い出した、三本の宝器、トロールが襲撃した日、奴が狙っている生徒はお前か。あ、バレテーラ、そうなんです。それでランロクたちの目的を知りたくて、先手を取れますから。仮に知っているとして、いや、そうね。お前を信用する理由は？あー、シローナは信じてくれました。シローナは信じてくれてますし、私たちの利益は一致するだろうって。そうよ。そうか、シローナが信用しているなら。お、素晴らしい。いいだろう。素晴らしい。私は互いの役に立つことを知っているかもしれない。ランロクが作戦を打ち明けるよう仕向ける方法だ。聞きますよ。数年前、凶悪な魔女が聖なるゴブリンの遺物を盗んだ。ゴブリンの遺物。今は奴の石棺の中にあるらしい。ほうほうほう。それも魔法族しか入れない墓所だ。ランロクと私は遥か昔に仲違いした。この異物があれば溝が埋まるかもしれない。でもちょっと罠っぽいけどね。異物を取り返しても本当にランロクの話を教えてもらえるかどうかわからないですよね。互いを信用しなければ、私はお前が異物を持ち逃げしないこと、なるほど、お前は私が情報を教えること、必要な材料を集め魔女の墓所の近くまで会いに来てくれ。いや、でも私映画見たから、ゴブリン族一見良さそうな顔して最後裏切るって映画で知ってるからだ。まあでもちょっとこのおいちゃんはなんかちょっと良さそうな気がするな。そういうので騙されてしまうんですよね。カチャカチャカチャ。卵高すぎてどっかのチェーン店の卵が、あ、 TKG が卵の、あ、確かにさ、なんだっけ、なんかスキヤとか、なんだっけな、どっかのさチェーン店も卵を抜きになったとかって。あとあれだ、あれ、マックのてりたま、朝マックのてりたまが卵がなんかなくなりましたって言って、今そんな高くなってんだね。そう、うちなんかそもそもあんまり卵を普段買わないからさ、大きいやつあんまり金が変わってないなーってふわふわ思ってたんだけど、もしかしたら次買った時はめっちゃ高いかもしれない。あー、朝は腹痛を起こすから学生の頃から食べないし、あ、もうそれアニエスとアニエスと一緒ですね、完全に、うん、時間は無理。だけど突然朝お腹減ったりするんでしょ、徹夜明けとかだとね。回収する異物って何だろう。あるある。アートコットの兜という貴重な家宝だ。アートコット、収集家気取りの魔女は兜を飾りとして買った。ゴブリンに与えた苦痛など気にも留めなかったのだ。ゴブリンたちは、うん、あらゆるものの正当な所有者はそれを作ったものとしている。魔法族の考えは違う。ゴブリンと一度でも協力できたなんて信じられないよ。確かに種族間の違いは数えきれない。そのようだね。奇妙に聞こえるかもしれんが、乗り越えられない違いばかりではないはずだ。だから今日私はお前と共にこの墓へ来ているのだ。共闘しようということですね。朝は量入らないくせに気持ち悪いだから毎日食べてない。あー、そう、わかる。私も結構近いな。そう、でもね、体的にはやっぱ
だから朝は朝でもさ、お昼と近くなっちゃうともうブランチになっちゃうから、超朝早くとかに食べるといいらしいけどね。ちょっとでもお腹に入れるとエネルギーが入っていいらしいけれど、これ何ですか、これ何ですか、何かありますね。あ、やったぜ。お、なんかまだある。よいしょ。あー、キャラゲーネコさん、こんなになり、イカちゃんとバイト祭り頑張ってね。そうだね、今日やってるもんね。うちの友達も今朝からもうバリ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 怒ってて、バリバリ怒ってって間違ってるバイトしててランランしておりますよ。いらっしゃい。あー、そうなの、流通が微妙になってる。え、じゃあ今我が家にある残りあと4つぐらいの卵はめちゃめちゃ貴重じゃないか。そう言われると卵は食べたくなるから、人間って不思議なもんですよね。朝エナーだけでもいいからエネルギー入れる。あー、確かにゼリーとかだったら食べやすいかもね。それは一理ありますね。あー、岡島さん、オハです。いらっしゃい、いらっしゃい。朝から魔法をぶちかましたくってこの配信にいらしたのかな。ガンガン打ってきますよ。しかし走らないな、このおいちゃん。あれ、あ、やだ、走ったら走るじゃん。ちょっと最初から走ってこのペースで行ったら夜になっちゃうよって今ちょっと思ってたよ。着いたぞ。おー、魔女墓所だ。ここが魔女墓所。君なところだね。なめくじだな。よいしょ。あ、前回全体の 5% ってめっちゃ高ランクじゃん。ナイスナイス、頑張れ頑張れ。月曜日の朝までだっけ確か。無事に兜を回収できるよう祈ろう。杖持ちだ、ことは有利に進むだろうね。走るんかいだったよ。出発前に聞きたいことはあるか。いや、ほぼなめくじって書いてあったから大丈夫だよ。墓で何かに出かす可能性ある？その墓で何かが待ち受けてたりはしませんよね。闇の魔女の墓だからな。うん、もしかしたらやばい、闇の守護者がいるかもしれない。亡者と呼ばれるものが。亡者、亡者とは闇と霊気にはびこる不浄な生き物だ。光や火で、オッケー。光や力、そして特に火が効く。そう、なんかね、亡者の素材必要なんだよね。やった、亡者狩りできる。ランロクがルックウッドと協力している理由知ってます？ランロクとルックウッドが共謀しているようです。ご存知ですか？私もそう聞いている。闇の心を持つ者同士は結託しても本心の全ては明かさない。あくまで想像だが、彼らの同盟は不安定でかなり脆いと見た。うん、私たちはそうではないと願おう。なるほど。兜の何が特別なんですか？その兜の何がそんなにすごいんです？アートコットの兜はゴブリン族が団結していた時代に作られたと言われている。高そうですね、売ったら。歴史に名高い一品だ。アートコットの兜は我々に誇りを持たせた。売ったら100万ぐらいになりません？もしかして奪われてからは違うものとなってしまった。失われたもの、魔法族に奪われた全てのものの象徴だ。取り戻せばゴブリンの種族にとっての救いは大きな。なるほど。ランロクもな、感謝してあまりある。これランロクからお金絞り取れそうだな。昨日14で霊式要素の練習でもあれ、これこげこげになってそうだな。こげこげになってそうだね。おいちゃん微笑みながら淡々と不穏なこと。いや、ほんとね、表情が読めないね。めちゃめちゃいい人そうなのにね。卵10個で330、高いな。それは高いね、さすがに。3時間やってて、これお疲れ様でございますよ、本当に。実り多き同盟ならばいいな。再度幸運を祈ろう。なんだろう、ゴブリンの中では優しい顔してるから、ちょっと騙されちゃうよ。気をつけていくんだぞ。レベリオ。なんもねえや。よし、行くか。行くぜ。収集家の洞窟ね。え、そう、霊式に挑むだけでもすごいよね。やっぱエンドコンテンツだからね、相当の精神力がないとあれは続けられねえぜ。さあ、サクサク行きたいところだが、レベリオ。なんかありますね。おー、なんかうぞうぞしてますね。うぞうぞじゃないや、あれ宝や。あれなんかある？閉まってら。あ、これあれじゃん。これあれなんだけど、セットしてないんだよな。違う、フォークランプだった。あ、いますね、あれですな。ってなると、
ルーモス。え、連れてっちゃっていいのかな。これじゃない、なんか。ガダ、面白い。やばい、2匹収集しちゃった。あ、これであそこにくっつけんのかな。よいしょ。イエイイエイ、頑張る。空よ、どう。くっつけた。あ、やばい。なるほどね、2匹同時には連れてこれないのか。ルーモス、なんだ、まとめて連れてきてるのかと思っちゃった。こういうことね。うちの FCM の2人は毎週初夏すごい。完全にもう手慣れて、だから1回クリアするとね、1回クリアすると少し障壁があれしますからね。いやー難しいんだよね、その1回が。うわー、ブレイクした。ただ瓶が割れただけ。あ、ローブじゃん。今全くびっくりする様子どこにもなかったな。マントローブ、やったやった、お金になるぞ。ポン、装備。ちょっとメガネ取っとくか。まだ素顔でいたい。オッケー。からのルーモス、あ、ルーモスじゃない、エメリオ。あ、もう魔女の墓じゃない、もっと先に進もう。めっちゃいるな、めっちゃルーモスが使うな、ここ。はい、ピト、オッケー。さあ、あとこれと。ノラで2ヶ月ぐらい毎日練習。毎日練習、いやーすごい。まあでもの、そうね、ノラだとね、そういうところもあるよね。こう自分じゃないところでやっぱ詰まっちゃったりするとね、どうしても強く言いづらいところもあるしな。でもすごいね、絶対それは練習としてはめちゃめちゃ強くなると思う。なかなか難しい。これなんか上下から来そうで怖い。カチャッ。ルーモスでテラスターいいものの、おりませんな。これ開けたやつだね。これ私今右から来たよな。そうするとやっぱこっちの方か。あともう一個ないと、もう一個ないと、これ壊せるんじゃない？もしかして。ゴブリンが。あ、ダメですか？ダメですか？なんかなかったっけ？レパロ。ダメか。呪文でドアを開けられるかも。そうだよね。開けられそうなんだけどな。開けられそうな気がするんで、これ何で開けるんだこれ。直す技じゃないのかな。レビオス、違うよね。エクスペリアームス、いや違うな。頭を使え。いや隠れてもダメだ。ちょっと待って。いや違うな、やっぱレパロじゃないのこれ。直すんじゃないのこれ、扉を。ちょっと待って、これコンフリング、これで開かないんだったらちょっと。開いたアクシオかい。なるほど、引っ張るってことね、ドアを。いやもう、あ、押したり引いたりそういうことか。全然私魔法のセンスがなさすぎて草ですわ。野菜ジュースを朝飯として飲む、あ、いいんじゃない。私逆に入院中の朝ごはんね、野菜ジュースだったよ。全然あると思います。お腹に何かしら入れるという意味では、液体であったとしても。よいしょ、なるほどね、押したり引いたりね。押し引きの問題だったか。おお、開いた。レベリオ、
ね、めちゃめちゃ簡単だった。あの壊すとか直すとかじゃなかったわ。誰かいる感じがする。何これ、壁画がある。何これ、何ですかこれは。何だろう、誰かが書いた落書きが。あ、いますね。うおー、亡者、亡者来た。火の呪文を受けた亡者はその他の攻撃に弱くなります。はいはい、じゃあもう最初にぶっ放した方がいいね。ほれよっと。うわ、危ない危ない。いいよいいよ。あら、よっと。危ない。違う違う違う、近くの敵。うわお言ってたんかよあれ。やった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 ね。あー、消えちゃった。早く取んなきゃいけないんだねあれ。わー、びっくりした。あ、そうそう、この死者の悪臭が欲しかったんですよ。よし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 、オッケー。いやでもちょっと怖かったな。ちょっと亡者の動き怖かったな。レベリオありそうで、あ、これはあれじゃない、壊せるんじゃない。イエーイ、墓荒らしだ墓荒らしだ。コンフリンゴでは覚えません。コンフリンゴを撃ってました私、もしかしてね。壊す前提で考えてましたよ。ルーモス、ルーモス、ルーモス。でもちょっとこっちのスロットに入れてるといきなり来た時怖いんだよな。あ、いっぱい来た。よいしょよいしょ、はめてポン、オッケー。よいしょ、なか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 大変ですねこれが。もう一個は、もう一個どこだ、またこの扉か。あ、これじゃない、なんでしょう、なんかありそうだけど、ありそうだけどない。これか、動力を、これじゃないか。動かせそうな気がするんだけど、これまた引っ張るんか。違う、コンフリンゴ。てかコンフリンゴって燃えないんだね。どう考えても炎魔法かなと思ってたけど、これじゃないの。違う、動力。あ、思い出した、あれだ、この間この間覚えたばっかりのあれを使うんじゃない、あの浮かせてドーナツじゃない、これじゃない、これじゃない、浮かせて浮かせて、ちょっと待って、これスロットが足りない問題なんだけど、引き寄せて、だからこれすればいいんじゃない。ドアと同じものだ。あれ、浮かせてドンじゃない、待って、今なんかつぶやいたな、ドアと同じものだったよね。んんんんん、あそこに、あそこに蝶々いるな。ちゃんと当ててみるか。ディセントじゃないのこれ。コンフリンゴレビオーサ、おら、ちょっと待って、分かんなくなって分かんなくなってる。オケイの野菜ジュースだから伸びきったらストックして、あーいいね。あ、小祝いのやつ飲んでるんだ。そうかそうか、うちね伊藤園のやつあれなんで好きなんですけど、あるよねお気に入りのやつってね。あれ、あー分かった分かった、そういうことね。観察大事ですね、こうするってことね、こういうことね。なんだ、君と、あ、これを、違う、
なるほど。オッケー。だんだん頭使わなきゃいけなくなってきた。これは大変だぞ。よいしょ。へえ、コーンフリングを燃えないのか。よかった。ボス戦で悩む前に雑魚戦でそれが分かってよかった。さあ回していく。よいしょ。またでも来そうだよな、もうじゃ。こちら。吊るされてるのはなんだろう。危なそう。もうちょっと DVD とかの見すぎで人なんじゃないかってさ、ちょっと一瞬思っちゃった。あれ多分でも落とすんだろうな。あ、これまたあれですね。これですね。これがなんだろう。うわ、怖っ。落とすじゃない。どうした？それしかないみたい。あ、これあれですか。先に進むのは単なる宝物ってだけか。こっちからは開かないな。なるほど。こっち開いたところは宝箱か。でもなんかこれ見逃しの箱はあるな。で、あれか、上に登ったらレベリオ。あ、こういうことっすか。こういうことね。あ、コンフリング燃える。あ、よかったよかったよかった。よかったよかった、ありがとう。よいしょ、こっちにもある。ガーディアムレビオーサ。ほっ、次が燃えないやつなんだね。レベリオもうない。もうなさそうだね。こっちも行けそうだけど、多分今は行けないのかな。うわー、じゃあ降りますか。よいしょー、ひゃーい。まさかの水。怖い怖い怖い。あ、結構深い。結構深かった。さあ泳いでいく。おう、またルーモスの出番か。ああ、いっぱいいる、いっぱいいる、ペペペペペ。うや、ふわふわいや。うわ、痛い痛い痛い。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。いい、数が多いんじゃ。ういよいしょ。あ、そう、あ、ちょっとパリってパリってるパリってる。いや、めっちゃ囲まれるじゃん。はい、オッケー。あ、痛い痛い痛い。ちょっとやめてもらっていいですかね。はいはい。結構数が。
物量やばい。姫ちゃんこんなにいらっしゃい。いやー、なかなか戦闘が厳しくなってきたよ。すごいね。これでもちょっとあれかな、範囲魔法取ろうかな。しかもまさかのスロットが強くてさ、ずっとさ、なんで浮かせらんないのって今慌ててました、一人で。危ない危ない。よいしょ。はい、動力で合わせていく。あ、なにこれ、これ曲がった、なんですか。ああ、なるほど、これ上に乗っといて、こういうことか。賢い。あ、ちょっとちょっと、全然賢くない、全然賢くない。これどうやって使うんだ。え、そっから登れる。もう一回、ちょっと、あー、これが登ってんのか。よいしょ。待ってー、待ってー、ダメだ。こうして、そう、なんか結構ハードだった今。てかなんか普通に、ちょっと、え、嘘、なんで登れない。ちょっと待って、これはさらに複雑みたい。さらに複雑？なんとこれ以上複雑なことされたら私先に進めなくなっちゃう。あ、メガネ、これもう一個あれか、ギミックを入れなきゃいけないのかな。さては、こっち、こっちにしますね。でも素顔でいたい。 OK。何も知らずにこっから見たらこれがハリポタの世界とは思わない。いや、ほんとそうね、思わないよね。待って待って、さっきの上が、右と左が上がってたけど、なんかこっちから行けなさそうな雰囲気だったよね。え、もう一回チャレンジする、そんなことある。いけるでしょこの高さ、いける。なんでいけないんだ。ちょっと待って、箱持ってくんのかな、それか、ここまで、ここまで箱持ってくんのかな。いや、でもちょっとそれぐらいしか。あ、ま、もう一匹いるじゃん、ルーモス。もしかしてあれか、動力を2つってこと、ちゅうこと。あれ、帰っちゃった、あれ、帰っちゃった、ちょっと待って。あ、なんかくっついた。ん？ん？ちょっと待って。こういう時は冷静に。こっちやるか。違うね。上がっちゃった。上がっちゃった。これ何なんだろうな。上にあの蝶を持ってっとかなのかなって一瞬思ったけど、え、大人の将棋賞。大人の将棋賞でいけないのこれ。実は、え、なになになに、あー、時間差で割れた、びっくりした。いや、でもさ、この上に行ける、あ、もしかしてこっちか、こっちから行くってこと。もう一回、もう一回チャレンジする。あ、こっち行けそう、こっち。え、嘘。そうそう、ちょ待って。これ助走が必要。回転させると台が上がるのかも。きっとそう。いや、もうそれは分かってんだけどさ。すー。え、なんでなんで、ちょっと、え、これ正しい挙動？やっぱ箱持ってくんのかなこれ。いや、ちょっと登れないな。いや、でもこれ落ちちゃったからもう箱無理だよね、戻れないもんね。これこっち、あ、なんかあるよ、こっちにも、こっちにもなんかありますね。箱とか落ちてない、箱とか。レベリオ、あ、なんかある。これは引っ張れってことですか。これ引っ張れってことですね。なんだろう、引っ張っては見たものの、
もう無理？ちょっと今更ながら私これが魔法スロットがおかしくなってた。ちょっと待って。でこれがこうで、これがこうでいいんじゃない？あれちょっと待って、あれ上に戻ってる、あ、上に戻ってる、いつの間にか奇跡が起きた。ってことはこの部屋にあるこれワンチャン、これワンチャン持ってけるのでは、このまま。あ、よいしょ、あ、落ちた、ナイス。これぐらいしか思いつけるものがないな。ポン、落としました。え、ちょっと待って、箱どこ行った、箱あれ箱、あれ箱ちゃん、箱ちゃんあれ私の落とした箱ちゃんが、あ、いる、よかった。箱ちゃん消えた。これは私が一発で上に上げられなかったから、ちょっともう一回戻るか。水ぽや水没してったんだけど、箱が今。そんなことあります？いや、いいよ、何度でも戻ればいいのよ。これさ、普通に階段になってたんだね、今気づいたんだけどね。別に奇跡でも何でもなかったよ。箱戻ってるよね。あ、ですよね、君ですよ、君。これさ、思ったんだけど、あー、そうじゃなくて階段で降りればいいんじゃないって今言った瞬間に君落ちるじゃん。ちょっと上上がってきて。あ、よし、そう、もう階段で行こう、階段で。あーそんなことある？私は階段で一緒に行きたかっただけなのに。ちょっと待って、階段、これもしかして一定時間とかある？いや、そんなことない、私がぶつけまくった。あー、ダメだ、階段ではいけない。やっぱ水ぽちゃんを恐れてはならぬ。で、自分が落ちてどう落ちない、落ちてない、君落ちてない。こんなに難しいの、ここ。これ箱見えてる、箱見えてるよ。これが正しいんじゃない、これが正しいんじゃない、来い来い、こっち来い。あしかもこっちじゃないしね、向こうだしね。ただ箱はあそこに置いといて、下まで落ちて、ここら辺で引っ張るのかな。やばい、この解き方あって、え、ま、もしかしてそうじゃないってこと？いやいや、箱がないとさ、ジャンプできないのかな。ちょっともう一回あそこ見返すか。いや、こんな大変なことあるはずないよね。わあわあ、落としちゃった、わあ、チーカーが朝からチーカーが出そうですわ。ちょっともう一回整理しよう、状況を。多分さ、あの上に行った方がいいんだよね。そう、上に行った方がよくて、ちょっとまださ、行けてないところあるんじゃない、もしかして。これ来たところだよね、これ来たところですよね。で、これくるくる回すと、これくるくる回すと、これが上がるんですよ。だから上に行けるかなと思ったんだけど、怖っ、これがなんで上がれないかがちょっと私には分からなくて、ここに箱置くのかなーって思ってたんだけど、ほら、え、ちょっと待って、合ってる？あ、ジョンディさん、ほらー、ウェルカムいらっしゃい。いや、絶賛積んでおります。よいしょ。え、これやっぱ上に行くもんじゃないのかな、それとも。ちょっ
ょっと待ってね。ちょっと待てよ。蝶々ここへ。そもそもこの蝶々たちをどうしたいんだ私は。ここにも蝶々余ってるよね。ここもともと、とりあえず回すか。とりあえず回すか。あ、アセイさん、ボンジョールノ、いらっしゃい。今ね、いい感じに詰まってるよ。ここから行けるとかあるのかな。てか、まず上に行くって発想が間違っている。いや、こっから上には登れないよな。すいません、ちょっと有識者の方、ここだけ教えていただいてもいいですか。同じギミックで私、え、わしとは別の問題詰まってる。何それ。2つ、実はもっと他も上がってる。そんなことないよね。この謎解きはむずい。え、謎解きなのこれ。もっと回せる、もっと頑張れって。やだ、回せるじゃん。ありがとうございます、ごちそうさまでした。誰が1回しか回せないと言った、そういうこと。ドアの顔を連れて行かないと。で、あれか、ガオを連れてくってことね、これを。ルーモス、え、これ両方ともできんのかな。え、ちょっと待って、これセットをさ、そうですね、あの私ギミック解けなくてゼルダ途中で諦めた番なので。ああ、いなくなっちゃったあいつ。え、むず、ちょっと待って。で、ここに入れるのか。はっ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 は。ああ、了解了解。あ、で、こっから取るんだ、あれは多分。あー、理解理解。で、あっち側からも取るんだ。ほう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 。理解。理解理解。いやー。ちょっと、遠くてできないわ。何回も回せるんかい。ほんとに。知らなんだ、知らなんだ。こっちもでもなんか取れるんだね。これは何なんだ、これまた別やつ。よいしょ。何これ。あ、来ましたね、未確認アイテム。いやー、なるほどね。みんなが回せ回せ。あ、ちょっとあれ、これどうすればいいんだ。あ、一回降りていいのか。一回降りてここに、ここがだからそういう場所なんだな。おい、いなく、あいつ、あいつ絶対許さん。あれ、ここまあいいや。そう、1回じゃなくて3回だでしたね。いやー、恥ずかしい。ここくっつくよね。なんであいつさっきあんなに抵抗してたんだろう。行くぜ。オッケーオッケー、来た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 。そっ、一回降りて、ルーモス、こうすればいいんだ、単純にこうすればいいってことか。はい、じゃ、え、ちょっと待って、最後動力源のあれどうすればいいんだ。あれ、どうすればいいんだろう。ルーモス、来てくれないかな、こっちに。来てくれないかな、来てくれないよな。あ、こんなところに、まさかのもう一匹いた。あんな難しく、ちょちょ、君、ちょっと待って、ルーモス、あ、こうね、ルーモスね。オッケー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 。明るいから気づかなかった。ふう、謎解き大変だ。私の謎解きレベル本当に低いんで。魔女の眠る場所か。ロドゴクの話だと、カブトは棺の中だっけ。
これもうじゃ湧きますね。もうじゃ素材の香りがプンプンする。あーなるほどね、最後の一匹が見つからなかったんだ。全然違うけど、詰まってるのは一緒でしたね。同胞が兜を持ち去ったんだ。ロドゴクは気に入らないだろうな。あら、なんですと、もう持ち去られた後は、え、なんか嫌な、なんか今不穏な音してたけど、死んでる、うん、この扉何か仕掛けがありそう。え、ハガーツチェキ出るってあるんだけど。ちょっとね、もう宝ないかな、宝ないかな。あ、でもなさそうだね。いや、相変わらず魔法世界は不思議だね。こんなとこに出口があるなんて。よしよしよし、とりあえず良いでしょう。いやー、今日はね、もうアニエスくんがいないんで、頼れるのは己の力と皆さんのコメントだけですからね。煙突飛行ゴナを発明するまで移動はとても不便だったのよ。ロドゴクなわけないとか言いそうだよな。ロドゴク、石棺は荒らされてました。兜はなくて、アッシュワインダーが死んでただけでした。そう、死んでたよ。先起こされたか。これ以上ルックウッドがランロクに恩を売る前に、お、理解してくれた。手に入れなければ。奴らの野営地を近くで見かけた。悪いが一人で行ってくれ。私はもう戦える体じゃない。ああ、なるほどね。おじいちゃんだからね。協力が必要かも。ルックウッドのキャンプ？手伝いが必要かも。日和主人公。残念だが時間はない。マジ？ルックウッドより先に兜を手に入れろ。さもないと。ランロクに対抗できるチャンスを失ってしまう。ちょっと私もハリーみたいに同級生と一緒に戦いたいんだけど。中にあるとはな。一人なんだけど今のところ。いや、そう、レガシーの主人公のメンタルやばいよね。鋼だよね。あんなほら死体を見ても戸惑うことなくさ、あんな淡々と喋るしさ。だってハリーポッターはさ、あんだけ辛い運命だったけどさ、やっぱりロンとハーマイオニーっていうさ、こうね、3人がいたからね、最後まで戦い切れたわけですからね。インセンディオ。じわ、毛皮が出てきた。いやー、私にも仲間が欲しいよ。共謀者が欲しいよ。残念ながら一人で戦いってことなのかしら。レベリオ、最近授業受けてない気がする。1ギルってあなた。あ、なんかいっぱいいる。あれは素材か？キノコ。城だ。昔はきっと立派だったんだろうな。うわらら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 ら、また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 。壊すんぎ。これはこれで別クエストなのかな。まあ、とりあえず盗賊のとこ行く？レベリオ。ねえ、孤独だよ、本当に。孤独に戦い抜くよ。さあ、セバスチャンさ、なんか途中までさ、事情を話したりとかしてたじゃん。なぜ彼は来ないんだ。セバスチャン、ねえ、一緒に行きたいよね。古代魔法の、あ、そうなの？あれ。へぇ、チャージの場所なんだ。てっきり冒険が始まるのかと思いましたわ、今。たった。あ、禁じられた森に入ってる、ちょっと待ってか。ちょっと、私学生なんですけど、ただの。まあでもちょっとね、兜を取り戻さないことには。いた。アッシュワインダーズだ。でも敵多くない？ 4 匹もいるよ、4匹も。あー、これであれか、隠れるのスキルとか持ってたら1匹やってからとかができるんだね。ちょっと待って、ちょっとスキル見直すか。才能結構強くなってきてんだよ。いやー、闇の魔術を使うときは来てるかな。これね、これな、4ポイント置いてるから、いざって時のためにね、置いてるんですよね。これもありだよな。浮かせる。
敵を追いかける火の玉、ステルス複数石火、やっぱそうか、それ使うときは来てるかな。アッシュファインダーだ、ウキウキってね。そんなさ、遠足じゃあるめえしさ、どうしよう。ちょっと今悩んでるのは、このいわゆるアクシオ系で頑張るか、アクシオとかレビ要素とかの複数系で頑張るか、ないしはステルスね。いや、そう、友達もね、これ取っといた方がいいと思うよとは言われたんだよね。結構辛いらしいという。なんだこれか、レベル16のこれか。なるほどね。あ、サンターナーさん、ハーラー、ウェルカー、いらっしゃーい。あれ、ちょっと待って。これじゃないか。ちょっと待って、敵に見つかりにくくなる。おびき寄せて、かっこ撃破とかかな。これはあれか、効果高めか。あー、カミカミ白菜、カミカミ白菜を持ってくるときが今あった、来たんじゃない？もしかして。カミカミ白菜コレクションを今6個持ってる。よしよし、とりあえずカミカミ白菜で頑張ろう。うん、レベル足りてなかったわ、複数セブルタプ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 タイヤーと。おいおい、話が違うぞ。なんかすげえいっぱい、なんかトロールがいるんだけど、トロールがいるんだけど、あ、よいしょ。カミカミ白菜、カミカミ白菜、あ、これじゃカミカミ白菜設置できないって怒られちゃった。はい、え、ちょっと待って、もうアッシュワインでいつの間にやってるじゃん。あ、いった、あ、ちょっと、おいおい、わめるわめるわめる、あいっしゃ、うわ、痛い、いや、これちょっとトロールが邪魔すぎて、わお、トロール、トロールが痛い、危ない、危ない、危ない、ちょっと待って、お前だっちゅうの、お前だっちゅうの、お前だっちゅうの、痛すんぎ、痛すんぎ、痛すんぎ、俺三つの場合ってこと、状況的には、あ、痛い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 、あ、トロールは利用するってことで、うわ、よよよよよよ、パッチャパッ、あ、トロールじゃないのよ、トロールじゃないのよ、お前お前お前、はい、危ない、死ぬ、ドリンクのタイミングだけは完璧、うわお、私の目をごまかせるまでエクスパル、あー、これこれ、あれ使いたい、あれ使いたい、あれ使いたい、これだこれだこれだ、やばい、ちょっと邪魔トロールが邪魔すぎて、あいつ今、あいつ今つえないから、あいつ今つえないから、つえないから、つえないから、トロールちゃん、トロールちゃん、トロールちゃん、やだやだ死んだくない、ディセンド来た、ディセンド来た、あ、ちょっと違う、ははははははは、うわー、ちょっとやめてください、やめてください、やめてください、死にたくない、うわお、キュー引かんで、あ、ちょっと古代魔法、おいしょ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 、あと、おいしょ、あと、ちょっと、はぁ、はぁ、カミカミ白菜ね、あの前半で3匹ぐらいね、噛み殺してましたね噛み殺してましたね、いやー、もうちょっと何が何だかだった何が何だかだったよ今。いや、白菜いい仕事したよ。あとね、3つしか置けなかったね。いや、でもちょっと白菜はちょっと私の相棒だな。あ、なんか鮭がピチピチしてる。これ取れないの？はあ、え、ちょっと待って。で、盗賊から兜を取り戻すとは一体。あ、これか。この中のやつか。いやー、バチャバチャしてしまった。
なんだこれ、精神統一。カブトはレベリオ。カブトどこですか。さあ、あれさ、トロール来るんだったら隠れてたらよかったんじゃない。トロールちゃんにやってもらえばよかったのではちょっと思ったけど。え、ちょっと待って、この奥とかかな。ああ、あれっぽいね。はあ、いやー、突然クライマックス来るから。やったぜ。おだんだん、なんか来てるぞ。ルックウッドのために。お腹大丈夫。大丈夫。ありがとうなんだけど。よいしょよいしょよいしょ。コンプラ、どうかしたな。高いってあんた、当たり前のことを言っとるんじゃない。お前の結婚。よし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 、いいぞいいぞ。で、で、他はゆりちゃん、お前も引き寄せてやんよ。うん、やったー、闇の魔法使い20匹倒した。ナイスー。チャレンジ未回収の報酬があります。やったね。はあ。いやー、お腹爆発しそうでした今。ちょっと危なかった危なかった。装備いやー、あのね、だいぶ良くなってきたよ。そういう意味では、あのくしゃみがね、やっぱり未だにやばいけど、叫ぶぐらいだったらもう耐えられますね全然。いや、ほっこりほっこりしてもろたか。よかったよかった。ちょっと待って、これ、あれか。クエストアイテムじゃなくて、チャレンジ。チャレンジ、5年生。これかな？これだな？おー、やったやった。オッケー。闇の魔法使い、次は40人だ。頑張れ。気づいてるか分からんけど、相手のレベルが自分より8ぐらい高い。え？ま？嘘、そんなに高かった今。アクションで浮いてた敵をトロールがホームランしてた。マジ全然本人気づいてないんだけど。そんなことが起きたんですか、いつの間にか。え、これちょっとレベル上げ必要、もしかして。このまま走りきるにはちょっと辛い、もしかしなくても。え、でもさ、12レベル必要って書いてあるからさ、今18レベルじゃん。全然余裕かななんて思ってたんだけど。コレクションは全部取る。コレクションは全部取る。これってなんだ？こうすれば取ったことになるの？こうすれば全部取ったことになるの？コレクションってどうやって取ればいいの？こうやればいいの？ああ、びっくりした。チャレンジね。チャレンジ多分ね、これで全部取れたと思う。今ね、一旦なくなったから大丈夫そう。で、装備する？装備じゃなかった。いやー、でも結構あれだね、そんなにレベル差が出てたとは。ゲラキナが原始の中連。いやー、もうちょっと今日はでもアニエスがいないから出るとは言えないぞ私も。じゃあロドロックさんにカブト返しますか。チェックマークついてるのある？嘘嘘、本当？ちょっと待って、ほんま？ほんまや。なんなら全然取ってないじゃん。これ何？光ってるやつが取れ、あ、そういうことですね。あ、ありがとうございます。今まで縛りプレイしてたのかな、私。もしかして。倒せてるならいい。いや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 。結構しんどい、結構しんどい。あ、なんかいっぱい取れてますね、いっぱい。あ、ありがとうございます。なんですって。いや、さ、てっきりここが綺麗に光ってないから大丈夫かなと思ってた。あ、まなちゃん、まなちゃんナイス。まなちゃんは可愛いぞ。すり抜けてしまったか、すり抜けてしまったか。あ、でもなんか装備の更新はないな。オッケー。いや、なんかポテンシャル上がりましたね、ほら。
でもなんかレベルが低いから一切自分の装備は更新できないっていう、そういうことあるある。さあ、じゃあ自分はもう戦えないというロドークさんに返してみましょう。そっか、でもそんなにレベル差相手もまあギリ戦えるんだね、このゲームはね。かかか、なんかさっきスルーした闇の魔術ポイントも気になるな。わーん、燃やして燃やして、あーなるほどね、こういうことね。なにこれ、戻ってこれなそうで怖い。ちょっとでも落ちてみようか、せっかくならなんかありそうだもんな。これはやだー、骨が入ってる。え、何これ、コンフリンゴレビオーサ、はなんだこれ、闇の魔術っぽいなこれ。わ、これはどうすればいいんだ。あ、なんかいっぱいいっぱい引っ張るステーションがある、なんかいろいろ取れてるようで。わあ、開いた。なになに、なんかいない、難しくなかったな。ちょっと待って、今なんか叫び声が。あ、ですよね。あ、よいしょ、猛者スポットだったとは。他いる。オッケー、あとはもういない。ねえ、なんか出たな。もしかしてこの中から再生しちゃった、そういうこと、私が刺激してしまったってこと。いや、もう仮想ずいなのよ、なんなら。バカ、やだ、いっぱいいる。どうすればいいのこれ、集めてみたけど骨の音が生々しいよ。何あれ、どういうことなの。先に燃やす、燃やせない。これちょっと待って、なんかレビオーサダメだった。これ何なのこれ。コンフリンゴ、コッパみじんだよ、絶対再生してくるじゃん。またなんかほら、トーテムみたいのがあるよ、トーテムみたいなやつが。ちょっと待って、これさ上に戻れないんだけど、このままだと。これはあるとして、なんなん君たち、ちょっと墓荒らしをしたのは私だけどさ、上に戻して、上に登ったところでだよね。合体させてキングスケルトン作ろうになっちゃうよ、本当に。え、やばい、これマジで戻れない。あ、でもなんか穴開いてんな。もしかして君たち全体的に脆い？いや、そんなことないね。毎月ついてくるディアゴスティーニの骨じゃないのよこれ。え、ちょっと待って、レベリオ、困ったらレベリオ。あら、なんかこれ繋がってる。違う、これよ、これ。これ待って、これもしかして、あの伝説のタオパイパイができるのでは。これ自分が乗ったダメだ、浮かせらんない、自分が乗ったまま浮かせらんないよ。いやー、ちょっとダメか、
ちょっと一瞬いけそうかな。蓋消えたね。墓場嵐の末路、自分が墓っていうか、ちょっと待って。いやなんかこれなんかあるだろ、これなんかあるだろ、これあ、分かった、全部埋葬するんじゃない、全部埋葬するんじゃない、この中に。仕方ないな、よいしょ、はい、いらないタオパイパイの遊び入る。入ってる。なんだろうこれ、不思議で仕方がないな。これもなんか引っ張ったはいいものさ、なんか特に何にもないんだよね。あ、これ箱に入れてほしいんじゃない、もしかして。曲がりなりにもやはり、ちょっと君たち上に上がってもらっていい。そうよいしょよいしょ、絶妙な調整。はい、どうよ。入った。なんか心なしか骨の数が減ってる気がする。レベリオ、これなんだろう。これなんですかね。でも何にもなんないんだよな、これ。コンフリンド、レパロ、まさか骨に対してレパロとかないよね。いや、亡者になっちゃう。いや、動かないね。あとあれから原神的にはやっぱりここに火をつけるんじゃない。コンフリンゴ、これの上に火をつけるんじゃない違うかちょっとこれ絶対なんかあるでしょ。ここ青いってことはさ、なんだろう。インセンディオ、知ってる人いる？これ迷い込んじゃったんじゃん、もしかして。私これやばい、私が亡者になる。私が重さが足りないとか、ちょっと待って、唯一動かせるのこれなんだよね。これを動いて、よいしょ。なんかサイドにマークがついてる。タオパイパーできないかこれ。レベリオ、やばいぞこれ、やばいぞ。セーブどっからになってるんだこれ。そこの床に骨を置いて、骨と骨じゃないこのギミック初見、やばいじゃん。リスナーさんの誰もこれがわからないっていう。でもなんかとりあえず箱に入れるじゃないかもね、この骨たち。なんやこれ、もうさっきなんなら亡者になってくれ、全部倒すから。なんかここに置かれるんだけど、ちょっと待って、なんかこの箱に吸収されてる、もしかして。骨の端、あでもなんかこの骨たち、でもなんか目浮いたな。こっちに集めるか。すごいナイス、どういうこと？これジャンプでいけんじゃん？そういうこと？骨の階段、やった！ダッシュつできた。もう絶対ここ来ないわ。めっちゃ怖かった、本当に。出られないかと思った。ありがとう。ナイス、気づき。いやー、さすが、アクシュビがむしろ、あれですよ、制作者の意図が、アクシュビだから、
素晴らしい。あーびっくりしたね。いやすごいすごい、今のめっちゃまぐれだとしてもすごいよ。荒らされる前提のギミックほんとよ、そんな人道に反したことする。なんかさ、闇の魔術はさ、まださ取ってないんだけどさ、なんかもうすでに闇の魔術を取ってるばりの精神状態になってるよね。いやもう私も何が待ち受けてるかわからない。闇の魔術師になるしかないか。持ってきたよ。奴らから兜を取り戻した。いや本当ミイラ取りがミイラになるところだ。ランロクは感心するだろう。危なかった。この兜の輝きときたら想像以上じゃないか。このエッチング、側面の曲線、実に素晴らしい。え、兜マニアですか。ただのか、いや見事ですね。とても綺麗ですね取り戻したかったわけです。そのためなら殺しも厭わないゴブリンもいるのだ。盗賊は命拾いしたな。ええ、そうならなくてよかったです。ありがとう。これでランロクの信頼を得られる。あ、よかったよかった。すんだすんだ。気がそれて捜索の手も止まるかもしれない。捜索って。ああ、まだはっきりしたことはわからん。おお前にはとても感心したぞ友よ。信頼してよかった。よかったよかった。また話すわ。協定のことはひとまず伏せておく方がいい。私たちの目的が一致していると信じる者は少ない。オッケー。よーし、クエスト完了。ね、そう、左側の骨は多分あのいくつあってもいいでしょうっていう時のためようだろうね。さあ、じゃあクエスト。あ、一旦全部終わってんな。いやでもちょっとサブクエやってかないとさすがに厳しいかな。アロホモラはね、これちょっとどうにかしないとな。呼び寄せ試合、とりあえずでもこれでお金がだいぶ取れたと思うから、一回ホグズミート行って装備を更新してくるか。こんにちは。シローノさんから三本のほうきに寄ってくれない。お願いしたいことがあるんだ。オッケー。前も言ったけど、お妹のアンがホグワーツを恋しがって。待つよ。インセンディオ、ハーフリング。なんだってシバウシャン、なんだって。すぐ南だ。そういえば爆発の呪いは役に立ってるか。未だに僕のお気に入りなんだ。いやだいぶだいぶかなり役に立ってますよあの子は授業にも出ないで、墓荒らしばかりして。今後のさらなる学習に備えて、ディークに部屋を使えるように言っておいた。やったぜ。会えるよ。やっと学校らしい感じ。しばらくローランドおじさんから連絡がないのは、それがすごく心配で。めっちゃ来るじゃん手紙。もうすごい溜まってたメールがいきなりあのセンターに繋いだらたくさん来るみたいな感じの状態になってる。ムーンストーン、いやムーンストーン大事ですからね。でもとりあえず装備売って雷調合薬のやつ、おーい、いますな。おいしょ。でも雲ごときにはひるみませんって。なんかいたな、なんか後ろもいたな。うん、プニプニしてんな、プニプニ。平日の朝やだー、平日の朝やだー。ね、妹に会いに来てだったね今ね。うちはちょっとこれだけ欲しい。オッケー。ショートヘルカンストゼ。いやー、メール溜めがちだからさ、私もうちょっと心が痛いですね。心なしか今ディスの動きが危なかったけど大丈夫か。さあちょっとふわふわ探索しちゃってるけど戻るかね。ずっと昔に捨てられたんだ。よし、じゃあ、お、装備が更新できる。またこのちんちんきな
新規のお目目。てか、そうか、これ、必要な部屋に行かないとだ。ちょっと必要な部屋に行ってからにしようかな、じゃあ。必要の部屋。とりあえずホグワーツの必要の部屋に行く。あ、そうだ、白菜も、白菜量産しとかないと。リーク？ああ、お待ちしていましたよ。この間部屋でこのバッグを見つけました。学校の勉強に役立ててください。顔やばい。リークは昔見たことがあります。キャットウーマン。リークは捕獲袋と呼んでます。捕獲袋？あ、すごいじゃん。これ完全にモンスターボール的なことってこと？目やば。捕まえ運ぶのにぴったりです。ああ、原始でもキャラの飼い主リスが穴を確かに。動物学の授業で本院先生が言ってた。空いてる時間にできるだけたくさんの動物に触れなさいって。それとこの辺りで密猟者が活動してる話も。動物たちは私たちといた方が安全かもしれない。なんだって。まさにディークと同じ考えです。すごい理由付けだな。いいですか。部屋は必要なものが分かっています。ディークが最高の使い方を見せて差し上げましょう。まさかここが動物園になる？あ、もしかしてこれ部屋拡張ですか？部屋拡張じゃないですか？最初の行き先は城の敷地外になります。ほう。今すぐでも準備ができてからでも構いませんよ。ちょっと白菜をしてからいいですかね。なんか違うのが始まりそうな予感。何も考えずにメガネ更新。いや、本当に。いやー、なかなかひどいデザインですよね、あれね。いいね、ナイス。もう10分に1回来なきゃいけないんだもんな。ちょっとさ、白菜の数を増やしときたいんで、ちょっと一旦。マンドレイク抜いて白菜にしといていいですかね。ちょっとこれも、あー、でもこれなんか必要だって書いてあったな、クエストでな。とりあえずこれにしとくか。 OK。 で、私は装備の鑑定をしたいので、これかな。識別する。わあ、すごい。え、全部いいやつじゃん。これちょっと更新してこう。あれ、嘘ついた。嘘ついた。あー、19になんないとダメってことね。これはつらい。他もか、もしかして。いやいや、これは強いんじゃない。これはこれだいぶ強いでしょ。これだいぶ強いでしょ。さあ、もっとひどいフェイスになりますよ。いや、まああるけどさ、こういう装備。こういう装備あるけど、見た目の個性が強すぎないよ。お、お、いいじゃん。この服結構かわいい。さすがにこれはね、これでいいんじゃない。チャレンジが光ってる。光ってるけど特に光ってないな。下の方か、関係ないね。 DVD にいそうだね。キラーにいそうだよね。じゃあ、行きますか。捕獲袋の使い方教えて。捕獲袋の使い方を教えて。素晴らしい。お出かけは大好きです。さすがに外でやるか。なんだろう、獣があれかな、ゲットできるようになるのかな、あれで。学校に行ってはいけない。いや、もう完全に不審者扱いですよね、あれね。
ディークちゃん、これどうせまた走るんでしょ。あ、走れない。あの方に手を貸すのはとても嫌でした。走れません。美しい生き物になんとおぞましいこと。初めて捕獲袋を見たのはその頃です。はあ、これが正しい目的のために使われるのをぜひ見たくて。何これ、あ、転がってったんだけど。着きましたよ。ディークはここに来て動物を見るのが好きです。この近くのパフスケインの生息地は特に。あれ、パフスケインって今なんか私攻撃したやつだな。近づいて捕獲袋の口を開け、パフスケインに向けるだけです。それで入ってきますよ。わかった。あれか、あの転がってるやつね。まず割り当てなきゃいけないか、いつもの。いやー、これ本当に足りないんですよね。間違えた。これでこうじゃ。あれ、ちょっと待って、こっちか。こうじゃ。難しくない、これ。難しい、難しい。ちょっと待ってね。ほっ、動物は救出範囲外にいます。救出。あ、これもしかして引き寄せつつとかってことか。これ引き寄せつつか。全然引き寄せてくれない。いやー、そうだね。死者選択ない。これ、ここにいればいいのでは？あれ？あいつらどこ行った？いなくなるんですけど、ちょっと難しい。あー、逃げてんのね、一応ね。一応逃げて。ねえ、助けたいな。吸い込んだ。よし、できたできたできた。取りました。捕まえましたね。あー、こいつか。このモフモフのやつね。落ち着いて。ちょっともっとゲットするわ。追いかけっこじゃー。これ取れば取るほどいいとかあるのかな。世話するからね。困らせないで、ひどいことはしないから。先回りじゃ。地味に色違いとかないのかな。あ、でもちょっと、あ、でも10匹ってあれだな、達成しといた方がいいな。よしよし、じゃあ取るか。すんごい見た目ですけど。よし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 、ひどいことはしないよ。さあ、他どこだ。たくさんの薬を調合しましたね。オッケー。あ、これ色違いでは。あ、白だ、白ゲット。さあさあさあ、あと4匹ぐらいはゲットしたよ。あれ、もう枯渇しちゃった、もしかして。走ってる。あ、もういない。もう群れをすべて回収した、もしや。回収したな、回収しました。あ、レベリオね。あ、いるいるいる、あそこいる、あそこいる、あそこ跳ねてる、あそこ跳ねてる。ふっ、よいしょ。あ、青いのはレベリオしたからか。ホーウィン先生は信じないな。お、いいね、ナイス。あ、いないかな。いなそう、いなそうですね。6匹か。怪しいメガネ。いや、もう外してる外してる。捕獲袋に入れられるだけ救いましょう。密猟者はパフスケインを借りますが、何が目当てなのかディークには分かりません。あなたといた方が安全なのは確かでしょう。いやー、この毛が刈られちゃうんじゃない。パフスケインのように簡単に捕まるわけではありません。
次はジョバーノールのような空飛ぶ動物に挑戦してみては。わかった。どこで見つかるの？ディークは西にいるのを知っています。ホグワーツを見下ろす大きな木に巣を作っていますが、うんうんうん、気をつけてください。ディークは最近その辺りで密猟者を見ました。いやもう密猟者を早く やりましょう。とりあえず現地で会いましょう。早い。なるほどね。これ大丈夫だからこんなにたくさんゲットしてお世話できるかな。あの必要の部屋拡張してくれないと、拡張してくれないと若干狭い気がするけど、よいしょ。結構距離があった、結構距離があった。よいしょ。あー、ここあれだ、ライトついてないところだ。ここ回んないとダメなのか。これすごいほぼあんまり意味がないけど、ちょっと移動するか。いやでもやっぱ探索もっとやっていいんだろうな。レベルが上がらないのも多分それだよね。誰だ誰だ誰だ、ワフワフしてる。よいしょよいしょ。これではメインクエストなんだな。気なうか、走らせてい。あ、やり残してるやつがある。ちょっとやってっか。マーリンしてこう。今度は何をする気？結構チャレンジを達成して達成することでレベルが上がってるみたいなことありますからね。なんかニーヤの頭みたいなやつが。これは壊せばいいのか。数多っ。よかった。ギミックめちゃめちゃシンプルだった。オッケー、これぐらいシンプルだったらな全然問題なく。レベリオ、さあで戻るか。何これ、特に何もない。あ、なんかいる。動物が嫌いとは限らない。やるか。うちにはニーズルがいた。うえ。お前ゴブリンの行動に盗んだ責任を取らせてやる。あ、そう、あれい。密猟者か。俺ドブルを助けたガキか。もうずる出してマシ。よいしょ。あ、やべ、もったいないもったいないって言っちゃった。古代魔法もったいないって言っちゃった。おーね、レベル19、ナイスナイスね。今の機械生命体の頭だったね、完全にニーヤのね。コラボしてんのかなって思った。オッケー、イエーイ、ナイスありがとう、レベルアップナイスありがとう。あ、もう一人いるな。どこ？動物は川と。レベリオ。あー、上？こっちから行くのか。いや、やっぱ敵もね倒してった方がいいですからね。あ、そうだ、装備ができるようになったんじゃないこれで。この見た目マジでやばい。ゲイからの、あ、白ローブだ。ちょっとなんか面白い。おお、白ローブなんかちょっと印象変わるね。
さあ私はまだ隠れるわ。ちょ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 、あ、そーれ余裕ですわ。すごい角度で。あーで悪者とかさっきのさ、赤い仮面とか多分使ってそうだよね。お、シルクハットだ。もう早速白いマントが汚れている早速白いマントがドロドロになっている。絶対冒険には不向きだよなこれ。トントントン。さあディークくんがいるかな。いたいた。道路者やっといてよ。いやまあディーク続けようか。よかった。この辺りは密猟者だけですから。もうやってきましたよ。心配しておりました。手っ取り早く済ませましょう。ジョバーノールはこの大木の中です。空飛ぶ獣の動きはレビオーソで鈍らせられるようですね。近づいて捕獲袋を使うのも簡単に。なるほど。動物が見つからなかったら、普段いるところに動物がいない場合はどうするの。動物は巣から離れません。近くを探すのもいいですし、戻ってくるのを待つのもいいです。捕まえにくい動物を助けるヒント。逃げやすい動物を助ける時のアドバイスってあるかな。レビ要素は空飛ぶ獣を捕まえるのに便利です。捕まえにくい動物全般の捕獲に役に立つのです。うーん、そうなんだ。次に小型のや捕まえにくい動物を見つけたら呪文を試してごらんなさい。さっきも教えてほしかったけどな。よかったら前の主人に仕えてた時のこと、もう少し聞いてもいい。ご主人様は動物にもディークにも優しいお方ではありませんでした。金儲けの手段です。使い道は魔法薬の材料、労働これ以上はディークの口からは言えません。ですがホグワーツにいられて光栄です。動物のお世話をし、ご主人様のもとで犯した過ちを償いますから。オッケー、ジョバーノールを助けに行こう。幸運をディークは待っています。さあ、じゃあ、あ、このマークなんだ。あれ、ま、ちょっと待って、何の呪文って言ったっけ、何の呪文って言ったっけ。ディセンドじゃなくてエッパーハウストじゃなくてレビオーソって言ったか。レビオーソでって言ってたな。レビオーソだね。最近屋敷しもべのドビーの声真似しながらお料理する人を見てしまってからいつだかすごいな。確かにでもあの声個性的だもんね。あ、ちょっと待って。ってことはあれとこれ組み合わせておいた方がいいのか。これをこういうことね。こういうことね。あいつか。エイムが必要なのでは。当たらんて。こういうことね。オーケーオーケーオーケー。抵抗する抵抗する。ナイス。落ち着いて、傷つけたりしないから。かわいいジョバーノール。近づかなきゃだ。あ、やばいやばい。止まれる。ナイス。あ、いい色だね。あ、ルーモスじゃない。木が邪魔して、気が引けるけど、よいしょすごい吸引力の高い掃除機みたいになってる。すごい。でも鳥さん綺麗だな。はっ、あの緑の子が欲しい。いませんね。結構難しいな。ルーモス。ルーモスちゃうんや。ルーモスちゃうんや。今だ。よーし、オッケー。木だけにだったの。あーい。もう大丈夫だからね。あー、ファントム、そうですね。ファントムまだ見てなくてさ。ちょっとね。どっかのタイミングで見たいなと思ってんだよね。
まあもしやったらファンタビー意外と同時視聴とかで面白いかもしれないけど、ちょい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 、気が邪魔をしている。あー逃げられた、ね、助けたいだけだよ。レビオーオッケーオッケー、ナイスー、よしよし、ひどいことはしないよ。いいね、いいカラー。もういないんじゃない。いた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 、おった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 、はい、おおすごいめちゃめちゃ黄色だったけど今、ナイスー。これで全部かな。このなんかちっちゃい鳥飛んでるのは多分取れないよね。レビオーサー、いなそうだね。レベリオ、レビロチェック OK。 このカバンの凄さがわかるから、あーそうなんだ、やっぱ見るしかないですね。そしたらジョバーノールを助けた。ジョバーノールにとって捕獲袋が快適だといいですね。密猟者は羽が目当てです。羽が手に入ればひどい扱いがします。あー確かにいい色だもんな。リークが知っているのはムーンカーフの群れだけです。この先にある木立に囲まれた基地に住んでいます。そこで会いましょう。オッケー、確かにちょっとアーク的なテイム感がありますねこれ。おっと危ない、川走れ走れ。いやーでもこれお世話するときは全部出すんだよね、さすがに。どうするんでしょう。クレアちゃん命の責任あるよ、捕獲したからには。あここあれだ、ワープポイントだ、よいしょ。また冒険に出発するの。ムーンカーフの巣、こんにちはディーク。あなたが言ってた空き地はここ。間違いなくあの渦巻き模様の大きな木のそばに集まります。でも夜、月の光の下でだけです。あら、つまり夜なんだ。残念ですが時間を早める方法でもない限り彼らに会うには日が暮れるまで待たなければならないのです。いやーわかるんですよ私。ちなみにどうしてホグワーツへ。前に働いてたところからホグワーツに来たのはどうして。ディークの前のご主人は独り身でした。なので魔法省は彼が亡くなると、うん、しもべ妖精を別の場所に送りました。ああそういう感じになるんだ。ホグワーツへ送られたので。なるほどね、仲間の中では一番運が良かったです。ディークの友達は不運でした。あらまあ、じゃあムーンカーフを見つけに行く。ディークはお帰りをお待ちしています。いやこの名前だとさどんな動物かわからないからこのドキドキいいですね。マップを開いて R さんね、こうですな。はい、では夜に行きましょうか。ここで待ってたのかな。トン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 、どんなせい、おーおーなんだこれ、あっ目今クリンクリンにでかかったな。ちょっと待って、なんか違う動物もいない、めっちゃおる、はっふっちゃ、やばい、三つ目必要、三つ目必要。なオービン先生は信じないな。なんか形アルパカっぽい、もしかして。しょいこうと、レベリオ、いなくなっちゃった、いなくなっちゃった、もういないの。あ宝箱、あー屋敷しよう、あそうだよね、確かに常時透明になりながら普段は北圧にいるのってことは、もしかして私たちの近くにはたくさんの屋敷しもべがいるってこと。よいしょ、そろそろ売らないと次ダンジョンに入った時にいっぱいになりそう。レベリオ、
あれでも1匹しかゲットできなかった、残念だな。逃げちゃったんだろうね多分ね。ルーモス怖くないよ、怖くないよ。あんなに浮かせといて怖くないよ。いないですね、逃げましたね。確かにね、あの映画見た時もね、すごいいいところで最後屋敷しもべが大活躍してましたからね。他のより少し手を焼いたけど、ムーンカーフを捕まえた。また無事に捕まえましたね。ムーンカーフが踊るのを見たかったです。すごいんですよ。あ、そうなの。ここでの仕事は終わりですね。あなたはもっと多くの動物を救えます。でも今は集めた動物を部屋へ連れ帰りましょう。これはもしや大放出祭りなのでは。部屋で待ち合わせましょう。オッケー、これ大放出祭りになるな。一気に部屋が手狭になりそうな予感。違う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 、ホグワーツ地図の違うんよ。秘密の部屋、必要な部屋。でもあの屋敷しもべのさ、なんだろう、独特のこの見た目あるよね。保護した動物を新しい家に案内しましょう。ゴブリンっぽさもありつつも、しかし、ここは狭すぎて出せません。あ、ですよね、やっぱり動物たちが過ごす姿を想像してください。これではダメです。なるほど、動物に必要なものを意識すれば部屋は用意してくれるはずです。あ、そういうこと。これ拡張では、いやもう野原のように広い広い大地が欲しい私は。なんだこれ、一体何を思い浮かべたんですか。これあれじゃない、虫かごみたいなやつでは。なにこれ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 、すごい。あ、温室みたいなこと、ね、ああ、やったって何を。わかりませんが、確かめる方法は一つです。ああ、なるほど、中に来てください。やばい、これ無限の大地が広がってるのでは。ちょっとなんかマークが変なところにマークが。まあいっか。わあすごい、あーすごーい、ついに大地を。見てください、すごいですよ。大地を手に入れてしまった。ディーク、ここはどこ。動物が暮らす場所、自然動物園みたいなものですね。いや、やばいね、これ沼ですね。ここなら動物たちも快適でしょう。健康で安全に暮らせそうです。これちょっと大型、新しい家を見せてあげましょう。大型動物を放したいな。 R1 を押して動物の管理、すごい。これ全部置けるよね、さすがにね。ちょっと待って、数に限りが。まさか一種族一匹までなんてことはないですよね、レガシーさん。うわ、こんな見た目、やっぱアルパカっぽい。いや、この子の色いいですよね、クレアちゃんカラーですね。動物たちにとって飼育場は素敵な新居になります。だね、全部入れておけるスペースがあるといいけど。ディークもそう願います。しかしもし部屋がいっぱいになれば、ブルード&ペックのペック夫人が安全な家を探してくれるでしょう。あ、拡張できるってことかな。家に入れられない動物っている。夫人はお世話が必要な動物を助けることで有名です。相談すれば買い取ってくれる。お世話といえば餌をしっかりもらい、よく手入れされた動物は金作の匂いが、落とすことがあります。突然人身売買の匂いが。動物から魔法素材を手に入れられたら、ディークが使い方を教えましょう。タヌキチなのって。何か手に入れたら教えるよ。やだ、借金生活から始まるのはやだ。
魔法特性を持つ素材を生み出す。あ、ブラシ。あー、これやばい。ちょっと待って、ブラシ。沼じゃん。知ってたけど。これ、マジでこれアイコンどうするか悩むな。ほーら、怖くないよ。素晴らしいですね。あー、かわいい。あー、かわいい。ほら、ご飯だよ。じゃあ、毛持ってくよ、その代わり。すごい。ちょっと待って。あとはどこにいる。あー、いた。どっちがミツロウ社かわからん。いや、もしかしたらね、ミツロウ社もね、こういうことをするために、密漁してた可能性ありますからね。マジでどっちか分からなくなってきたよ。やったー。あー、これ沼ですね。やば。いや、確かに無人島美ある、無人島美。この種族なんとも言い難い動物だな。目がちょっとすごいけど。じゃあ毛もらってくよ。あら、良いですね。ディーク、魔法素材を集めたよ。これでディークが使い方をお見せできます。まずはこの呪文クラフトを使います。魔法の食器を召喚するのです。魔法の食器？そうです。それを使えば魔法素材によって糸の一本一本にまで魔法を編み込み、服は様々な面で一層便利になります。早速試されますか。なんだ服？食器の素晴らしさにきっと感心するでしょう。わかった、ちょっと実験してみる。なんだろう、装備のアップグレードができたりするのかな。これもっと置きたいな。あ、置けるじゃん。これ置けるじゃん。ちょっととりあえず色っちの子を着たいよね。これ全部置けるのでは。え、もしかして取り放題現状。あ、12匹まで置けるんだ。で、種族は4種族。あー、これでもすぐいっぱいになりそうだな。あー、すごいことになってる。すごいことになってますね。これもう誰をあれしたのかもうわからないくらい。すごい。誰を世話したかわからない。ねえ、服なのかね。この子は両方ともやった子だな。上にアイコン出てるからいいね。あー、でも毛が取れるのはあれか。今ブラシ使ってるからね。ちょっと待ってね。ちょっともうちょっと皆さん離れていただいてよろしいですかね。よいしょ。すごいわ。そうだ、毛が取れる子は一種族一匹だけなんだな、この感じだと。はい。ちょっと一匹だけあれしようかな。手元に入れとくか。インベントリーにと。傷つけたりしないから。さあ、洋服の強化なのかな、気になるな。魔法の織機を呼び出す。これがないね。呼び出すボタンは、これだな。これだ。こことか置ける?あー、サイズが微妙に合わないけど。
サイズがすごい。でもちゃんとした織機だ。何色に変えてもわからない。ポン。主張が激しいな。どうやって置くんだっけ。呼び出す。確かに隣の部屋でもよかったな。ちょっと待ってよ。これでちょっと場所変えとくか。これがちょっと今邪魔してるから、とりあえずここら辺に置いて、でよいしょ、これでいいんじゃない。これでちょっと収まったんじゃない。オッケー。でこれどうすんだ。衣服に、あーすごーい。へー、装備には攻撃ステータスか防御ステータス。あ、これあれか、スロットが空いてたやつか。最初から1つ付与されている。食器で魔法素材を使えば2つ目のステータスを付与してアップグレードしたり。これ完全に FF14 の禁断的な感じじゃん。装備に特性を追加したりできます。小さなアップグレードを重ねることにより戦闘力を底上げすることができます。新しい動物を入手するためには動物の巣で救出するかクエストでアンロックしましょう。新たな特性レシピは無法者の野営地で収集できます。なるほどね。これ完全に密漁者の皆さん、これで売買にしているのではないでしょうか。アップグレードか、あーできる。これでも悩ましいな。最強素材なわけじゃないじゃん今って。めちゃめちゃレアな。あ、でもさ、これ伝説じゃん。しかもこれトロールから受けるダメージが、あーこういう感じなんだ。はん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 。まあでも動物の毛結構簡単に取れそうだからアップグレードしてみるか、試しに。そうだよね。で、アップグレードどうやってやるんだ。これか。あれ違う、戻る。これでしょ。あ、これでアップグレードなんだ。おお、あ、やばい、いっぱい必要。あー、なるほど、最初の1個は結構簡単なんだ。あー、で衣服に特性を適用とは。これじゃん、特性を適用とは一体何だろう。特性を適用、これか、特性を確認。実験済みの、あ、特性を織り込めるんだこれで。へえ、どうしようかな。まあでもインセンティオのダメージ効果じゃないですかね、やっぱりね。攻撃は全てを救いますから。はあ、で魔法の食器を使ったとディークに伝える。うまくいった、ディークに見せよう。なるほど。魔法の食器を使ったよ。素晴らしい。食器を使えばもっと強力な魔法を服に織り込むことができるかな。はい、より強力な動物を救えばできますよ。やったー。しかし今は飼育場を探索し、すでに救った動物たちと仲良くなることをおすすめします。
どんな衣類にも使えるの？何でも強くできるの？この食器が強化できる服は種類が限られます。あー、やっぱそうなんだ。冒険を続けるうちに、なるほどね。貴重な服が見つかるでしょう。ランクが高い服を見つけたらやるみたいな感じか。強化可能な服を幅広く取り扱う店がいくつかございます。ありがとうディーク。いろいろありがとうディーク。いや、完全に解放されちゃったな沼コンテンツが。じゃあちょっと白菜でも収穫していきますかね。あとそうだ、雷調合薬が作れるんじゃんこれで。あー、できるできる。死者の悪臭がゲットできたから、よし。じゃあこれ作ります。これで多分さ、試練がクエストがいける気がするね。え、そういうことだよね。より良い装備と特性求めて白菜になっちゃいますねこれね、完全に。どっかに、どっかにあれがあったはず。外観じゃなくて、あ、そう、先生、あ、これだこれだ。あー、そうだ、雷調合薬を入手して敵に対してしよう。あ、そう、これディフェンド、やっとディフェンドがこれで覚えられる。満月草を育てて収穫。あー、これもちょっとやりたいよね、フリペンドね。ね、そう、敵に当てなきゃ。とりあえずこれゲットしたら、ホグズミート行ってちょっと装備を売り払いいのだね。上等。あー、ここの、あー、でスロットがそっか空いてるってことか。はん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 。やっぱこの特性スロットレベルが3とかだったら結構いいのかな。よく見ると非凡でも金縛りとか、へえ、あるんだ。なるほどね。じゃあちょっと今のうちにお花摘んできます。はいはーい。
い、ただいまでした。ああ、言ってる、ありがとう。さあ、調合薬取れたかな。まあ言うてもちょっとお腹減ってきたから、あと30分ぐらいやってお昼にしよっかな。で、多分ね、今日ね、日中もう一回もう一回やるかもしれない、後編を。さあ、イエーイ、お帰りありがとう。よし、アニエスの犬間に。あ、いいねいいね、6個もたまった、いいじゃん。で、とりあえず、そう、ご飯休憩大事ですからね。お薬の時間もありますから。ホグズミートに行って、とりあえず適当に売れそうな。毎回これ、毎回ウェイポイントを設定しちゃうんだよな。さあさあ、いいんじゃない？これでも結構装備、いいのが出たら。あ、でもどうなんだろう、レベル適正あるもんな、悩ましいとこですね。うるせえうるせえ。いらっしゃい、力になれることがあれば相談に乗るよ。買ってください。あー、なんか強い、なんか強いぞこれ。あ、ちょっと待って、あれ、なんか強い装備が混ざってんな。ここら辺は売って、これも大丈夫だね。いやー、でもちょっとしょっぱいな、全然お金たまらんな。これなんか両方とも高い。こっちだけあれか。あー、そういうことか、レベル中級になったから装備できるようになったのか。それなおお、まあ呪い持ってないんだけどね。あ、いい色じゃないですか、このローブ。じゃあ白ローブは売りましょう。今日は何をお探しだい？売りに来ました。魔法薬をマダムローワに届けてくれてありがとう。1400ね、了解了解。手間が節約できた。これであと雷調合薬をとりあえず使えば1個クエストクリアできそう。これグレイシアスもそうだよね。これもちょっと早めにやりたい。あ、そうだ、満月草だ。満月草がさ、まださ持ってないんじゃないかな、私。満月草どっちで買えた？こっちで買えるかな。ね、種買うしかないよね、今こそ。今こそ種を。あれ、何してたんだっけ。大丈夫か。あー、買える買える。イチジクも買えるけど、まあとりあえずお金はちょっと残しとくか。他には何がご入り用かな。大丈夫ですよ、品揃えなら誰にも負けないぞ。一回戻って。いや、マジで同級生と全然会ってないな。てか授業出てないな授業出てないんだよな。なんだっけ。たくさんの薬を調合しましたね。トン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 、まだできてない気がする。あー、できてないっすね。できてないけど、ちょっと待って、さっきの種どっちだ。さっきの種これ違うね。あれ、種は出てこないのか。あ、ロースローエさん、あ、はじめまして、こんにちは、いらっしゃいませ。今ね、ちょうど一人でゆっくり楽しんでいるところでございます。今種をゲットしたんですけど、いっか、空にするか今クエストをね頑張って。あー、よかった、大きな植物だ。満月草これですね。よし。そう、今日ね同級生と会ってなくってほんとよ、
どうなっとるんや、私学生だぞ金策してるんじゃないぞって感じですからね。さあさあさあ、これでとりあえず作ってる間に同級生に会いに行くか。これ会えるでしょう多分ね、セバスチャンに。でもね、これもちょっとやっときたいんだよな。これやるか、グレイシアス取っといた方がいいよね。ホグズミート駅の上、ホグズミート駅の上ってどこだ、これ行ったことないんじゃない私もしかして。とりあえず移動する。いやでもさ、結構さメインストーリー進めてってさ、あーこの魔法取ってないんだよねっていうのがなんかちょっとありそうだから、魔法取れるサブクエは早めにやってった方がいいね。走れ走れ。風船を割る、どうやって割るんだろう。やっぱこれっすか、コンフリンゴですか。走る走る。昔はしっかりしてたのかな。よいしょ、ほんとキノコだけ集まってくな。でもクエディッチ競技場周辺とかだとなんかほうきに乗りそうだけど、どうなんだろう。たた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 。いやーでもこうやって見ると装備品の見た目の数は多いよね。ほんと謎の仮面とかあるけどさ、いいか悪いかは別として、あの新しい装備を取った時にうわなんだこの見た目みたいな、そういう楽しみがあるのはいいことですよね。何種類ぐらいあるんだろうこの見た目は。本当はね、なんか一番いいコーディネートとか組みたいけどね。あーなんか初めて、あー風船がある。あこれはあれですね、これはほうきじゃないとダメな。 OK、 小銭拾い集める集めるだけの日とかあった。あやっぱり小銭集めはなかなかあれですね、しんどみがありますね。あ1キルみたいな感じで。いやでもそうだよね、ちょっと裏でちゃんとやり込む必要性ありますもんね。えここここへ、ちょっと待った、ちょっと待って、ほうき乗るってことっすかこれ。ほうき乗れるんすか。マダム小川がホグズミート駅とクイディッチ競技場にたくさんの風船を作り出した。ほうきに乗って風船を追い、それらを割ってほしいそうだ。レベリオじゃないじゃないじゃない、レベリオじゃない、ほうきほうきほう、あれちょっと待って、あれほうきってどうやって乗るんだっけ、ほうきってどうやって乗るんだ、これか、違う、違いますね。あれ私、ほうきの乗り方忘れちゃった。ちょっと待って。ちょっと待って。魔法使いとあろうものが。はこれ。ほうきに。やばい。ほうきの。ほうきってどうやって乗るんだ、絶対に時間を無駄にはさせない。本当、機会をくれて感謝する。え、ちょっと待って。ほうき乗るやつってないよね。ほうき乗るやつないよね。L1 って笑う、ありがとう。もう長らくほうき乗ってないから。これね、これもしかして私が今まで走ってた場所、ほうき乗れたのではないか説。行くぜ。こういうこと？こういうこと？こういうことね。よし、じゃあ行きましょう。最高速度で行くぜ。全然割れない全然割れない。ちょっと待って、ああちゃんとあれですね、出てますね。えっ下手くそか。よいしょ、難しい難しい、逆に速度があって。オッケー、あと2個どこだろう、あとあーそこにある。なんでやねん
これがマリカをろくにやらずにここまで生きてきた末路か。ちょっと待って、もう一個どこだ、もう一個、あー、マーリンもある、マーリンも、あーった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 、あ、そうなのね。あー、でもそう下手くそもいいとこか、本当に。よいしょ、オッケー。ちょっと降りるとき、降りるときは、降りるときは、降りるときはどうすれば、降りるときはどうすればいいんですか。 L1 止まる、 L1 止まる、よしよしよし。あー、怖い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 。もしかしてマーリンの試練、ちょっとマーリンもやっていきましょう。気づいたときに、オッケー。これは何だ、あ、これなんか高さ違うやつだな。アクション、レディオーサー、ふむふむ、コンフリンゴ、これなんだっけ、燃やしたやつだっけ前回。これね、燃やしたんだよな確か。下がってくね下がじわー、はぁはぁ出てきた。これはあれかな、いくつあるの、1個2個3個ある。あ、びっくりした、汽車の音か。インセンディオ、あ、走れ走れ走れ、これこれこれ、み、3つ頑張るじゃない、3つ頑張るじゃない、3つ頑張るじゃない、間に合うか間に合うか間に合うか、よいしょ、マーリンオッケー、よしよしよし、よかった、前回やっといてよかった。これマーリンチャレンジ成功になってからもしかしてもらえるかも。あー、やったやった、もらえそうもらえそう。お、首席のコーディネートがもらえる、やった。ちょっと待って、これまた受け取り忘れてたやつじゃない、デジタルマスク、石のネックレスはまだね。探索6回解きました、オッケー。あ、装備の保管数がアップしてる、いつの間にかいやいや、走んないと間に合わないかなって思っちゃって、装備できんのかな。あ、これもしかしてまた、あー、取るのが遅くて装備がそんなに強くなかったやつ、まあありますよね。いやー、そう、チャレンジめっちゃもらい忘れてますよ。私今日の配信でいっぱいもらいましたもん、チャレンジあの道理で結構戦闘がシビアだなと思ってて、今5ポイントも集まってんな。なんかあげてもいいけど何あげるか悩ましいな。あ、必要な部屋、あ、なんか、あー、あれか、ビリーウィグの巣の呪文、ほう、どっかで使えそう。オッケーオッケー、走らなくてもコンフリンゴあんなにコンフリンゴ戦闘で使ってるのにどうしてここでは使わないのか、ほんとな、それな。そしたら今度はクディッチに行きましょう。クディッチに、これどこが一番近い、ここが近いんか、ほんとに怪しいところですが、いやー、でもなんか飛べるって分かってもなんか走っちゃうよな。みんな飛んでるのかな、ほうき。でも早いは早いか、早いは早い、よし、もう飛んでいこう、練習練習、すべては練習。でも探索ができないのがね。あ、でも楽っちゃ楽だな、やっぱ空飛ぶ方が。スイー、さあ、このまま風船割りますよ、このまま風船、今日風船割るよ、よし、オッケー、いいぞいいぞ、オッケー、ナイスナイスナイス、さあ一発でクリアしたい。オッケーオッケー、あ、これもう、あ、スピード速い方がなんならやりやすいかもな、このダッシュ状態。おお、そう、ナイス、あと1個じゃない、
あと一個どこだ？はて。あと一個どこですか？あと一個どこだ？外？足ないですね。こちら？上？下？はて。あったた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 ！オッケー！よしよしよし。あ、ベイリちゃん。で、これでこのまま小川のところに戻れば。先生！先生！クリアできましたよ。起床中は入りませんって怒られちゃった。ちょっと待って。降り方がわからん。降り方がわからん。危ない。よしよしよし、大丈夫？これででも新しい魔法がまた増えそうな感じ？覚えましたよ。やりましたよ。マダム小川、与えられた課題が終わりました。このローブよく見るとなんか、あなたならさらに宝器に馴染むと信じていたわ。ちょっとアジアンな柄だね、このローブ。あ、はい、その通りです。はい、先生。それはよかった。努力すればいつかクィリッチチームでポジションを獲得できる。ブラックが許可すればの話だけど。それでは課題は終了ね。あ、そうないんだもんね。グレイシアスに取り掛かりましょうか。よし、新しい魔法。杖さばきに注意を払って。おお、小高い山。よいしょ。すっ。ちゃ。オッケー。お、黄色い魔法だ。グレイシアス。新しい呪文を外で使い始める前にまずは私の部屋で練習していいんだよ。あ、いいんですか？ここで練習していいんですか、先生？確かにおしゃれ壁紙っぽいね、これね。いや、髪の色的にはでもこのローブめちゃめちゃマッチしてんだよな。よーし、じゃあセットしましょうか。もうちょっと魔法セットする場所がないよ。敵は氷魔法じゃん、これ。やばー、ちょっと待って、これはちょっと使う可能性あるな。やっぱここか。そうするとこれ、その調子、飲み込みが早い。すごい、めっちゃ凍るじゃん、楽しい。あー、レベル2。十分こらしめたようだけど、練習は好きなだけ続けてちょうだい。運動感覚を磨くのはいいことだよ。いいね、いいね。やったー、グレイシャスゲット。これはちょっと早速あれですね、雷調合薬と一緒に使いたいですね。これでだからほら、ちょっと敵を狩りに行くときとかってほうきめっちゃ使えるような気がする。スイー、どこかに敵さんはいないですか？どっかにいないですか？そう、おとなしく仕上がれたよね、完全にね。原神的。ああ、風船がある。あの風船割ったらなんかもらえたりするのかな、もしかして。もはや風船を見たら割るものみたいな。割れますか？割れますか？割れたー！これ割るものなのでは？お、いいじゃん！敵の場所わかる。ほうき手に入れたのだいぶ前なのに、今日やっとその進化を発揮している。あっちにもらえたりしないから、アップスイーン。いやー、でもやっぱ気持ちいいね。気持ちいいねって言った瞬間、気持ちいいねって言った瞬間全然当たらないのよ。許すマジ。よし、オッケー。親の敵やるしかあるめ。やったー、あ、これアチーブなんだ。へーへーへー、へえへえへえ、なるほどなるほど。さっきね、ここら辺敵の姿があったんだよな。あ、確かにタックルできんのかな。あ、なんかこれ卵がある、卵。あ、これでもいいね。なぜもっと前から、あ、おお、すごい、めっちゃ卵ある。や
やったさっき敵いたんだけどな、ちょ確かにタックルしてみたいね。すー空から来るぞってやつでしょ、いわゆる。いや、わかっちゃった。あ、マーリン、マーリン。あ、いいね。マーリンスポットとかめっちゃ探しやすいじゃん。ちょっと降りるとき、降りるときはちょっと、降りるときはちょっと、凍ってる敵にダメージを与える。オッケー、あと、あ、いいじゃん、いいじゃん。あ、吹っ飛ばしちゃった。ちょっと待って。L1、L1、あ、ちょい!いいねー。待って、どこにいる、どこにいる、どこにいる。あ、あ、すごい、今雷が、雷、雷が頑張ってる。ナイスー。私に会ったのが運の月だね。ちょっと待って、 この雷って私の力ですよね。私の力ですね。すごい。ちょっと砲撃アタックはできなかったけど、え、雷めっちゃ楽しいな。ちょっと雷のやつも多めに作っておきたいね、これはね。あれ、集団戦の時に使えそうな気がする。マーリンの試練は見ればわかる。せやな。パサー。あ、これあれだ、入れるやつだ。これはもうわかりますよ。よっしゃ、よっしゃ。はい、みんな、みんな、ちょちょちょ、弾の数多いな4つじゃないんかい。これクリアした?あれ?まだある ?1 個じゃないと見た。あ、向こうにもありますね。ほっ、数が多いね、君たち。カパッ。ってことはもう1個ぐらいありそう?あ、もう1個ありますね。これはここか。ちょっとこのハマる瞬間気持ちいいんですよねこれでいけるんじゃないか。やったー。いやでもなんかマーリンの試練ぐらいカジュアルだとすごいつまらないからいいですね。オッケーオッケー。そんでからの、これででもだいぶクエストが、あ、そうだ、マンゲスを今育ててて、あ、シャープ先生のとこに行けば私教えてもらえる魔法を。ではどこが近い、ここかな。いいねいいね。同級生に会わないけど、ちゃんと魔法は覚えてますね。授業にも出てないけど。ゴブストーンを探すなら学校の周りの高い場所を探すべきかも。そう、これね、なあるっぽいんだよな。鳴ってるってことは上なのかな。そう、ゴブストーン、あー、あるじゃん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 、ありました。これがゼノビアのゴブストーンか。ありました。そんなに大騒ぎするほどじゃないね。で、ちょっと待って、これは下で合ってるのかな。下ですね。ラッキーラッキー、ゴブストーン、ゴブストーン、やっと。あといくつだ、2つぐらいかな。レベリオ鳴ってない。トン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 。もうでもまだ学校もな、例のフクロウのやつを探しきらないと。ロックが解除できないからな。あれもやらないとだよね。なんか鳴ってる。あ、これだ。オッケー。カッパ。おめでとう。ルーカンから知らせを聞いたよ。びっくりした。ああ。あっちよ。あっちゃ、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 ちゃ。鍵どこ行った、鍵どこ行った、こっちか。あれ、鍵、鍵ちゃん下かな。鍵消えたわ。ここの鍵だよね多分ね。あ、いやいやいや、オッケー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 。
構好きなんだよな。いいよ、待ってるから、早く早く真ん中通ってもろて。はい、オッケー。これ結構楽しい。あ、なんだこれ。あ、リオの特訓か。あのホモラ、やったー。あー、これこれな、これ前回覚えて。オッケー。まあ慣れたらこんなもんですよ。お、すごい、全然シャープ先生を無視して。レベリオ、なんかね、奥しかなさそう。あ、これまさか、あー、レベル2だ、レベル2やつ。あ、しかもこんなところにも蝶が。階段とこだ、これさっきの下のところでは。こういう時はこれをつけたまま走る。あ、すごい、ゴブリンが、あ、四化呪文のアレストモメンタムを覚える準備ができたようね。この呪文で物や人を空中で凍らせることができるようになるわ。怖すぎかよ。課題を終わらせたら私のところに報告を。オッケー、いいね、マダムコガはサクサクと教えてくれる。よいしょ、イエーイ、オッケー、順調順調。完全に今横道にそれてはいるが。レベリオ、あ、なんかすごいいっぱいある。あー、これまだわかんないんだよな。これ何を指してるんだろう。計算式っぽいけど。これがだから多分このハテナハテナに入る文様なんだろうけどさ、足し算なのかな。12足す10、足の数とかじゃないだろうしな。10、わかん、これな、いやでもなんかね、攻略サイトは見たくないんだよなこれな。12足す8足す2とか、これでもぐるぐる回してても多分レベリオできないだろうしな。なんか12星座とかのね、動物とかだったら分かりやすいけど。アロホモーラ、あー、またここも20なの、すごいね。よよよよよ、どう、ここらへん回りませんね。あ、ここだ、ここだ。オッケー。なんか落ちた落ちた、鍵が落ちた。はあ、あれ、レベリオ、あー、これもしかしてメインのところと、あー、繋がったってことか。あーは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 ー、なるほど。そして何かが鳴ってる。おっちゃい、違う違う、ルーモしちゃう。オッケー、レベリオ、ここにもあるね。オッケー、ここ来たことなかったっけ。でも全然探索しきれてないな。な、すごい、これうっかりスカグルソープ教の鎧、野生のトロールにうっかり椅子取りゲームに挑んだ際に残されたちだダメでしょ、ダメでしょ、トロールと椅子取りゲームしたらこうなっちゃうよ。どういうことなの、本当に。ちょっと面白すぎでしょこれ。やだな、あんな死に方勘弁してほしいわ。うっかりしすぎだよね。まずなんで戦いを挑んだかもちょっとわかんないしさ、あと椅子取りゲームなのに最終的にトロールのあの武器でやられてるっていうあの感じがね。どこだ、あ、これなんかシャワシャワ音が、シャワシャワ音がしている。なんだ、上かな、あ、宝箱あるね。どうも、あ、バレテーラ、バレテーラ、バレテーラ、
クラシック音楽が聞こえる。いい空間。ダムーン。500。お、いいじゃん。おいしい。あ、あ、ここあれだ。音楽室のところか。はい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 。レベリオ。なんか乗ってんだけど。上？上行けんのかこれ。いやーちょっとわからないな。上行け、うわ、あ、行けそう。あ、行けます。あ、高い箱。アロホモラ。あ、これもレベル1ロックか。いやーでもちょっとあれだな、フクロウを探さないと。探索効率的には全部アロハモラをゲットしてからやりたいもんな。おっ、ここら辺か。オッケー。オッケーじゃないねえ、トロールの尻に引かれて嫌だよね。どっちも嫌だよね。トロールに殴られるのも嫌だし。あ、ナイス。あ、量はですね、スリザリンになりました。スリザリンになりましたっていうか、映画をね、ちょっと見る前に、このゲーム始めたんですけども、性格判断をシャカシャカしてたらもうスリザリンしか選べない感じになっちゃいましたね。野心あふれるクレアというキャラクターでやっております。よろしくお願いします。あ、強い。極上じゃん。しかもなんか見た目もかっこいい。あとネックウェア。あ、これはいつものからですね。オッケーオッケー。あと服装、いつもいか強い装備が。あ、はい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 、オッケー。そうでもね、映画をその後見たんですよ。あのね、スリザリンを選んで2回ぐらいゲーム配信した後、まあいろいろ思うことはあるよねあ、あれ、これあれじゃん。あ、これなんだ。え、これフクロウ。え、ちょっと待って、ルーモス。あ、赤、ちょっと待って。わあ、これ持ってくんじゃない？これ持ってくんじゃない？もしかして。あ？どういうことだ？どっか、ああ、あそこ欠けてんな。あそこにくっつけんのか、もしかして。ちょっと待って。あれをさ、私、これを割り当ててないような気がするんだよね。これでさ、くっつけんじゃない？ついた。あー、押してた。すいません、すいません、すいません。すいません、すいません、ちょっと。あ、レイヴンクロー。あ、いいね。かっこいいよね、レイヴンクロー製のあの制服もね。あのね、映画見て思うことは、まあまあ、スリザリンだなっていうぐらいですね、本当に。あー、ちょっとこれどう、え、ちょっと待って。ピトっていかないの？ピトって。金落ちてったわ、下に。これ、あれか、修理魔法か、それとも。もしかして。修理できないかな？金どこ行った？金。レベリオ。金消えちゃったよ、金。落ちて。これ殺人事件が起きちゃうよ。これ上から落としてさ、これ引っ張れるかな。ビンガーディアムデビオーサ。見れる？見れる？クレアちゃん見れます？見れませんね。これ下から持ってこないとか。オッケーオッケーちょっと頭上からこれ事件が起きちゃうよ、事件が。ちょっとうるさ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 い。このままちょっと上に。めっちゃ鳴るじゃん。すいません。レパロでどうにかなんないのかな。いやでもこれ多分金を鳴らす配信じゃないんだから。ちょっと分かる、気持ちは分かる、気持ちは分かる、なりたい気持ちは分かる。これちょっと収まりつかんなめっちゃ鳴るじゃんみたいなね。え、ちょっと待って、こっから分かんない。また金落としちゃうよ。一回広いとこに置く、一回広いとこに置こうか、一回広いとこに置こうか。
あ、でもなんかさ、歯抜けのところ何箇所かあるな。これもしや1個だけじゃない？もっと上まで行けるよ、しかも。あ、いた。あ、どうも。あ、何ですかこれ。え、え、はて。あ、宝箱。これもしかして私なんか移動した？これなんか隣の塔に移動してるね、もしかしなくてもね。そうだね、そうだね。なんという転送魔法。こうして、なんだ今の薬みたいなのは。あー、宝箱。あ、やったー、いいね、鑑定待ち。ちょっと待って、金の謎気になるな。上まで来ればいいって問題じゃでもなさそうだね。いっそ壊すのでは全部。レパロ。レパロじゃないのか。もう一回頑張ってみるか。ね、短距離はちょ、うるさいな。サイズ的にはこの場所っぽいけどね。全くくっつく気配がないんですけど。よし、あ、くっついたくっついたくっついた。くっつく気配がないって言った瞬間くっついたよこの子は。でもさ、これ多分さ、もう一個あるんだよね、これ多分。この一番大きいかね。どっかある？レベリオ。いや、くっついたよ今、びっくりした。でも大きい金がないからさ、大きい金がないんだよね。下に落ちてたりしないかな。びっくりした。びっくりした、今この女の人さ、太鼓叩いてんじゃなくてお腹叩いてんだかと思って。ちょっとびっくりしちゃった今。画面外で驚かせないで戻って。さあ、粉々にしていく。ちょっと待って、金がないですね。金が、みんな太鼓叩いてんじゃん。ふむ、これカエルってこと？ああ、カエルが。悔しいな。ちょっと待って、もう一個ないのかな。レベリオ鳴ってんだよね、なんかね。鳴ってるってことは何かしらあるってことですもんね。こっち行ってないんじゃない？こっち行って、あ、これあの下のやつか。うじょ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 、何の音だ。いやー、迷路だね。でもここはでも普通のあれだな。やっぱ上かな。これは？これ、あ、こっから来たんだね、私ね。レベリオ。もう一回上行ってみる？しつこいほど、しつこいほどレベリオ打つが、しかし、やばい、こうやってお腹の減りを忘れてゲームをしてしまう恐ろしいゲームだ。でもここまで来たらさ、なんないよね。いや、わかるよ。言いたいことはわかる。わかるよ。そう。パーツがないんでしょ？こんなルーモス。スナックさんいらっしゃいませ。いらっしゃルーモス。いらっしゃルーモスって別に語呂にもなってない。あるじゃん。あるじゃないか。いたいたいた。レディオーさん。かーん。カンカンカン、引っ張れないよ、引っ張れないよ、違うよ、魔法が違うよ、魔法が違うよ。クリアちゃん、魔法が違うよ。はいはいはい。あ、なるじゃん、めっちゃなる。あ、もうこのまま下でいいんじゃない、このまま下で。よー、見つかった見つかった。さあ、くっつけ、置くだけポン、置くだけポン、置くだけポン。くっつきそうでくっつかなさそうでくっつく。
吸着位置ちょっと下だなこれ。めっちゃ鳴る。え、鳴るだけ？え？ご褒美。ご褒美は？ないかい！ないかい！ご褒美ないかい！レベリオ。なんもない。そんなことある？金直したのに私。何これ、クエストも発生してないからご褒美もないってことですか、もしかして。でもなんか鳴ってんだよな。あ、あの下か、あの下が鳴ってるのか。いやー、直し損だったな。ちょっとうわー、なんという。アラホモーラ。あ、しかも開く。やばい、さっきまでメインストーリーやってたはずなのにもうすっかり忘れている。同級生に会えるチャンスだったというのに。スリザリに勝てん、やったぜ。スリザリに勝てんもろた。こちら、シャープ先生ずっと待ってるとか、夜になっちゃったし、気づけば。お、なんかある？あ、これこそ直す系じゃない？困ってる人どっかいるかな。え、でも直す系じゃないし、なんだろう。インガーシアムレビオーサ、レビオーサ、ルーモス。これあれですね、身体測定用じゃないじゃないじゃない、理科室、理科室、理科室用の骸骨ですね。これあれじゃん、水食べるやつじゃない？でも私そんな魔法持ってないしな。ダメだな、どうしようもなさそうだね。あ、最近覚えた、凍らせてみる。ちょっと反応した。ちょっと反応したぞ。コンフリング。あー、出た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 、出ました。燃やすんだあれ。なんかてっきり水を食べるのかなと思っちゃった。あ、またこのやつ。これこそどっかの誰かが困ってるんじゃないですか。わかんないよこれ。あー、でも待って待って、3、1、4、3、はてなはてなは3じゃない？だから何ってことなんですけど、3、あ、これ3じゃない、これ3じゃない、やんなこと。1、3、5、4、9、9、9、9ぐらい？ 3 じゃね、もしかして 8 じゃない？これどう、これどう、これいけるんじゃない？いけないんかい。いや違う、8じゃない、8じゃないよ。あれが2だから4か。分からんよこの子の数とか。ダメか。やっぱこれは並びの順番なのかな。ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10あるから、普通に左下から1とかだったりして、1、2、3、見えないんじゃ。ルーモスが欲しいんじゃ。1、2、3、4、1、2、3、4、3。ないんだよな。だって3+1+、ちょっと待って、3、1、あ？いやー、ちょっとやっぱりわかんないなこれ。まだなんかの一回でもこうさ、偶然で開けたら、あい、開いた開いた開いた。ちょっと待って、ちょっと待って、今何だった今何だった今何だった、ちょっとトカゲトカゲ
ってこの謎解きの板がなんて書いてあったかが開いちゃったんだけど、ちょっと謎解きする前にもう大分が消えたなんでトカゲだったんだ今、どうしてまあそんな日はありますよねやったコレクションやったなんやねん、なんだったんや一体。でも最初のこのさ3は合ってたってことかな、もしかして。いやー、レベリオ初めて開いたわ、びっくりしたわ、ちょっと興奮してしまいました。もう何もなさそうだね。よし、さあシャープ先生のとこに戻りますか。夜になっちゃったけどねえ、これだからスリザリンは本当に気づいたらもう野心しかないから。いやでも野心といえばやっぱあれなんですよね、フクロウのやつが欲しいんですよね。これなんかあるよね、多分下に持ってくのかな。あ、これあれじゃん、ルーモス。あー、これ見たことあるな。ちょっとこのまま歩いてればどうにかなるでしょ。あ、レベル1じゃん。アロホモーラこうやってまたメインストーリーを忘れて、私はあんなに同級生と会いたいって言ってたのに。でもなんかこれ楽しいんだよな、これな、ハマると楽しくなっちゃうな、これラッキールームス、ラッキールームスですよ、もう私の戦法は。もうずっといつでもラッキールームス。いやでもこんなに遠いはずないよな。あー、なんか飛んでるじゃん、飛んでると、君違うてか、何君たち、レベリオ、なんか本が飛んでるのに。あー、これあれじゃん、これまさにラッキールーモスできる。ルーモス、さあ回収だよ。ピッキングしてる時ってこんな感覚なのか。いや間違いないですね、ピッキングは楽しいぞ。いや、そんなことないぞ。犯罪だからな。やってはいけない。本当に困ってる時以外はやっちゃダメですからね。答えがわからない状態で開けた人、やっぱ、いや、でも、二つぐらいだったらいけるかもね。確率的にもね。ちょっと待って、どこだ？ここじゃないか。通り過ぎてるのよ！オッケー。やった、ご褒美。せめてフィールドガイドぐらいのご褒美は欲しかったよな、さっき。レベリオありますね。あそこどうやって行くんだろう。テン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 、全パターン試したあーでもそうだよね、もう最悪。ああー、ここも使えちゃう。やっぱレベル1でも結構開くな、これは。でも最初やった時すごい大変だったけどね。オッケー。お、なんかなんだなんだ、裏道っぽいぞ。ちら、お、宝箱23。あ、やったー、レビオート。くるくるポイント、いいね。この学校の中なのにさ、いろいろもらえたりするのめっちゃいいよね。レベリオ、あ、ここら辺はなさそう。よしよしよし、じゃあシャープ先生のとこ行こうかシャープ先生もこのまま朝になっちゃいそうだ、なんなら。お、パズル系はすぐ分かりましたよ、レイブンクロー。さすが賢い、さすが賢いぞ。お、なんだこれ、待つ、吸い込まれるように。あ、これあれかな、日中にしたってことかな。探すなら学校の周りの高い場所を探すべき。またコブストーンのこと言ってる、またコブストーンのこと言ってる。ちっちゃいんだよねあれね。こっちか、こっちか。あ、またあるじゃん、ほらこの試しの。いやー、でもさ、これ足の数なんじゃないかな、やっぱり。違う？ 12。
2なんじゃない？己の勘を信じても、もう一回だけまぐれじゃなくちょっと引いてみたいね。で、どこどこ、はてなはてながない、はてなはてなが、はてなとない。レベリオ、え、ホグワーツの中でもほうき使えんの？本当に？これまさかの上かいな。男女で量が分かれてて本当に良かった。めちゃめちゃやりにくいじゃん。なるほどね、屋外ならね。目くらまし術を使えば。そう、なんかね、すぐね、地べたになっちゃうんだよね、待つって言われると。分かったかもしれん。いや、もうこれとはよう分からんもん、絵として。いや、やっぱ足の数なんじゃないかこれ。分かったと言ってこの所業、あ、違うか。ちょっと待って、11でしょ。これ分かってないのよ、分かってないのよ、これ全パターン試そうとしてるのよ。いや、違うか、9かな。じゃあブラック校長なら、いや、でもあと足多いもんな。いや、じゃあやっぱ足の数じゃないのか。なんだろう、国際魔法使い連盟に関する本を借りて。普通に考えたらこの配置だと思うんだよね、多分。ほら、またなんか開いちゃうじゃん、もう。ちゃんと考えようとすると開くんだよ。開きましたね。ああ、美味しい美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いつになったら理由がちゃんと明らかになるんでしょうね。このまま全部勘で開けちゃうんじゃないかと危惧しておりますが、でもなんとなく足っぽい感じで解いてると解けてるからな。もうなんかこういう魔法じゃねえ、そうかもしれない。あー、シャープ先生、会いたかったよ、会いたかったよ、シャープ先生。課題は終わったか？終わった。課題は終わったんですが。ほう、そうか、慎重に取り組んだんだろうな。うん、手間を惜しめば何事もろくな結果にならんからな。完璧に仕上げましょう、完璧に。はい、もちろんです。よろしい、普段ならどうでもいいというところだが、君には万全の備えをさせたい。この先生結構私に対して甘いんだよね。才能と決意を合わせ持つ者は少ない、それを無駄にするのはあまりにも惜しいからな。ありがとうございます。あまり調子に乗ってないぞ。すいませんね、調子に乗ってました。君のディフィンドを見せてもらおう。あー、ディフィンド、杖を構えたまえ。やったー、集中しろ。やった、ディフィンドだ。ディフィンドは危険だ。めちゃめちゃ傷つける系のアイコンだもんなこれ。新たな呪文を解除。よくやった、ディフィンドのコツをつかんだな。繰り返し言うが、うん、この教室で練習することを推奨する。オッケー。ディフィンド、遠くから物体や敵を切り、かなり大きなダメージ。いいですね。ムクロさんから読み方がわからない、ツンデレお嬢子京都ね、ツンデレお嬢子でしたね、いらっしゃい。今ディフィンドをもぎ取りましたよ、ツンデレおじさんから。確かにツンデレだな。別荘の魔法だ。これどうしよっかな、ちょっと待って。もう多すぎるよ、やりたいことが多すぎるよ。じゃとりあえずこの冬系はいらんから、ちょっと待ってね。これがだからかぶっとるんやな、強制デパルソー。あー、まあこうかな。でこうかな。よし。他の皆のために。オッケー。いいんじゃない？覚えたよ。これで練習できるのか？
デパルソとか使うのかね。さあどうでしょう。チェスト魔法ってあれか、チェストを開ける魔法か。いや、じゃないんじゃないかな。ちょっと動いてんな。よいしょ。しっかりと指示に従う生徒がいて嬉しい。パリパリってんな。あ、いいですね。魔法っていうか杖を振って音速を超えてソニックソニックブームってやつね。ソニックブーム楽しいな。あ、レベル16解除できる。先生のいる前で先生の部屋を開ける、そういう生徒がいてもいいじゃないか。デパルソーはうまく壁に当てたり落下させたりする。あー、そうなん。回ってないのよ。非攻撃魔法縛りする人、あー、いそうだね。私今地面に闇の魔術は縛ってますからね、気持ち的には。ちょっと待って、この位置やりにくい位置だな、指的に。これねさあ回れ。いいよ。オッケー。壁に出ると2300、壁大ダメージじゃん。苦しめるだけだから苦しゃ非攻撃は、そういうこと。苦しめは違うんだ。お、バージン&バークスについて、闇払い局連絡表。バージン&ボークスで営業時間外の活動が増加している。お、いいですね。特に真夜中過ぎに店の裏口に怪しい荷物が配達されている。店の評判については我々もよく承知しているため、監視の闇払いを増員するつもりだ。新たに追加する人員には君も含まれている。今後の指示に従うように。まあ、これ君って言いつつもこれ先生ですね。はん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 、先生の夜の居場所が分かりましたね。他なんかないんすか。あれ他ないの。まあ、何回か入ったことあるしな、この部屋。レベリオ、でも鳴ってるけど、これあれで反応してる。あっちか、なるほどね。いやー、でも魔法もいろいろ種類があって面白いよな。いや、本当にこのスロットのね、数が恨めしいですね。もういっそキーマウでやるから、あの全スロットをこう用意したパレットとか欲しい。いやー、グレイシアスも好きだな。僕も結局強制魔法を対応して、いや、そりゃそうなるわ。だって私たちは強さが欲しいもの。先生の夜の課外授業ちょっと気になっちゃうな。教えてくれるかな。ちょっと信頼を勝ち得ないことにはね、やだな。ちょっと先生のちょっと夜の姿とかあんま見たくないな。さあこれで一旦、あ、装備が、あ、また装備売らなきゃ。すごい勢いで装備が入った。あ、でもやっぱこれ強いな、この謎の赤仮面な。あ、これあれだ、必要の部屋行かないと。先行っとくか。多分今ナッパたちが多分出来上がってると思うから。いやー、やっぱホグワーツは沼だな。沼ゲーですね、本当に。もうだって同級生に会えないから寂しいって1時間ぐらい前に言ってたけど、もう同級生のこと忘れてるもん私。もうもはやこの探索とかサブクエがだんだん楽しくなってきちゃってるっていう。さあ、白菜、私の白菜やったぜ。お、なんだ、ガーリック先生の課題に、なんかいつの間にかガーリック、あー、そっか、満月草のやつをやったからか。オッケー。こうやってほら、次から次にさ、いや違うのよ、装備鑑定しに来たのよ私は。そう。いや、でもさ、先生たちもさ結構やっぱ個性的だから面白いよね。本当は授業とかちゃんと受けたい、そういうつもりはあるんですけど。開けられる鍵があれば友達だって。いや本当にな、
それなんだよな。結局探求心に勝てる友達はいないんだよな。いや、そんなことない、そんなことないぞ。いやでもちょっとね、本当に合ってないからさ、だんだんちょっと顔も忘れそうになってる。ネックウェアだった今。ネックウェア、あ、あ、強いじゃんこれ。え、これ伝説じゃん。これはあれじゃない、あ、これあれだ、動物で強くするのありかも。こうやってね、また戻らなくなるわけですよ。天文台の塔、あ、やばい、天文台の塔じゃない、違う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 、動物に、動物の毛を刈ろうと思って久々にこっちから入りました。いやーでもね、1週間前ぐらいかな、映画を見たんですけど、まとめて、必要な部屋ってこんな気軽に出せるもんじゃないですからね皆さん。この子は特殊な訓練を受けております、ほんと。あ、こっちを見ている君はまだ、あ、ちょっと物騒な魔法ばっかり。なでなで、この鉱物はインタラクトできます。ああ、そうか、今、あれ、私ブラシを取り出したような気がしたけど、さあさあ、毛が枯れるんじゃないか、あれ、毛が枯れない、世話をできる、あれか、お世話不足か、さては。そうだね、餌とあれをちゃんとあげなきゃいけないんだね。オッケー、毛刈り大会。え、わかんないぞ、その方の手元ネタ。う、頭が、一体どんなネタなんだ。ご飯、いやいやいや、私のご飯よ、そんなことよりも。動物のご飯じゃなくて私のお昼ご飯よ。でも私はこの子たちの毛が、この子たちの毛が欲しい。さっきでも20分ぐらい、ちょっと、ちょっと素材が取れるんだけど、ここどういうこと？どういう仕組み？待って。え、これ毛は枯れないのか？ちょ、とりあえずご飯あげとくか。あ、あ、なんか毛が、毛のマークが。よっしゃ。なんかお世話してる隙間に出てくる感じかな。よいしょ。ご飯、見逃すわけにはいかない。ちょっと、引数が多いからな。はい、いっぱいいっぱい。君もあれだね、君はご飯だね。着替えたいといえばボーボボ。ボーボボ、なんかさ、この間ツイッターで見たな、あれ、なんだっけな、そう、伝説の漫画だからね、ほんとに。ボーボボの、でもなんだろう、あの感じのテンションって意外と他の漫画では味わえない感じありますもんね。忘れた頃にちょっと読んでみたい。ちなみに私はドンパッチが好きでした。どうでもいい、どうでもいい豆知識。ちょっと待って、あ、インタラクトできない、できないって言われちゃった。あー、オッケーオッケー。いまいちこの毛刈りのタイミングがわからんな。あ、こういうものか。あまり多くをね、求めすぎては。よいしょ！そのうち枯れる子が出てくるでしょう。どれ、なんかお世話の数が多すぎてちょっと3番になってる気がする、若干。はい、あげます。あ、毛が枯れた。なんなんだ、基準が分からんぞ。あのギャグアニメが民放で放送されてた時期があったなんて。
ねえ、今やちょっといろいろ修正しなきゃいけない感じになっちゃいますからね。シャワ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 。この子は？レパロちゃうで。レパロちゃうで。注意力が3番ですわ。地味なところで。ちょっとどうしようかな。ねえ、弾けリスト。みんなすごいワードよく出てくるな、ほんとすごいわ。これ、これなんか冒険できるんじゃない私。あ、違った、そんなことはなかった。よし、とりあえずこれで枯れる動物の毛は買ったんで、でね、で戻ってくるとなぜかこうなっちゃうと。で、あのこれだ、これ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 の、やっぱ極上じゃないですか、極上じゃない、伝説伝説。あ、エクスペリアームズのダメージ増加じゃん、やっぱこれ強くしよう。これだっていくつもつけ、あ、ディフェンドのダメージが、あ、あー、材料が足りない、材料が足りませんね。インセンティオだけめっちゃパフスケインだからできるっていう。ちょっと待って、アップグレード確認。あ、ムーンカーフの毛、よーしよしよしよし、これいけるでしょ。防御力アップ、オッケー。あ、そうなの、動物関連の設置物なんかもあるんだ。え、増えてたりすんのかね。違いました、違いました、キャンセルです。おっ、あ、なんか確かに、あ、でもこれ季節の装飾だな。季節外れすぎるな、もみの木は。まあでもクリスマスの時もね、やるんだったらこういうのいいよね。装飾品、トロフィー、あー、これもハウジング税とかやばそうだな。有用品、あー、でもこういうのが後々出てくるのか。へえ、よし、オッケー。で、今クエスト的には装備が光ってるけど、なんだこれ、大きい。あー、そっか、アップグレードミッションもあったね。杖の柄、杖の柄、これ好みだもんな。 OK、 クエストが、いやー、そう、ムーンストーン多分一生足りなくなるよね、あれね。あ、同級生、同級生が待ってる、私をずっと。セバスが待ってる、セバスが。あー、そうだ、ガーリック先生の課題はちょっと、でもこれはこなしたいな。この後ね、ちょっと一回お昼休憩を挟んでからまたね、午後からやろうかなと思ってるんで、とりあえずこれは、同人使用、ちょっと待って、戦闘植物を手に入れ、同人使用できるだけ持ってるか。ちょっと待って。1、2、あー、マンドラゴラが若干足りない気がするけど、まあワンチャンいけるか。よし、行くか。頑張ろう。この3つが同時に使用できたら結構いいんじゃないですか。適当に、適当にいきましょう。いやー、ダメだな、もうお腹の減りを忘れてつい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 あれしちゃいますね。じゃあほうき乗って、お、いいじゃんいいじゃん、敵いっぱいいる。どうだい、ここかい。はい、雲ね。ちょっと待ってね。ちょっと薬品を使いたいんで、ちょっと待ってね。まずは、多めの、ここら辺ね。ほっ。からの、これね。あ、ちゃうんや。ちゃうんや。あ、やばい。あ、ちょっと待って。で、からのマンドラ。マンドラ。はっ。ほいやー。よっしゃ、いったいったいった。うわ、これ、なにこれ。
私何にも攻撃してないのに、お前らが倒してくれたの、もしかして。すごーい。あ、やっぱ私ちょっと育てよう。え、この植物もいいね。この毒なんちゃらってやつ。楽しいなあ。あれ、存在感あっていいですね。よしよしよし、これでクリアいけたんじゃないか。ガーリック先生の課題、いいねいいね。ポン。いや、だいぶ戦闘のバリエーションが出てきたから、ちょっとこれ強敵と次会うとき楽しみだな。いつも言ってるけど、旅は視野を広げてくれる。あ、そうだ、ここも一応あるんだった。もう一個植木鉢がね。よいしょ。穴墓こんないらないんじゃないか。あー、まあでも小だからまあいっか。この植物よかったな。よし、ガーリック先生。いやー、ちょっとガーリック先生の弟子になりたいな。なれるかな。特急呪物を作りたくなりますね。カモン。いただいた課題を終わらせました、ガーリック先生。素晴らしいわ。暮らしの中にある植物への理解が深まったなら嬉しいんだけど、私なんてもう草花の通りかやばい、もうガーリック先生になろうとしている私も。ブルブル震える木の剪定をずっとやってたの。日が傾くまで時間が経ってるかどうかもわからなかった。植物が育つのを見るのが好きだけど、生徒が成長する姿を見るのはもっと好きなの。ガーリック先生かわいいし、いいな。フリペンドを覚えましょう。あ、フリペンド。顎を上げて、握りは軽く、手首の返しが大事よ。さ、やってみて。オッケー。この呪文には集中力。お、すごい傾き。植木鉢を動かそうとしただけなのに、間違って同僚を突き飛ばしたりしたくないから。グロリンチョ。見事な出来よ。もっと練習したいならこの音質を使っていいわよ。あ、植物を傷つけないようにだけ気をつけて。いや、絶対気をつけるでしょこの場所。どうしようかな。どこに。また悩む。私の悩みは尽きない。いやー、入んないってよもう場所が。あー、ちょっと待って。物体や敵を上向きまたは仰向けにひっくり返す。おー、あー、でも結構探索用なところもあるかもなこれな。まあだからといってどこに入れるかっていう話なんですけどね。ここに入れるか。ガーリック先生、ハッフルパフ。そうだよね、そう。ハッフルパフなんだよな。いやー、それを知ってたら私もね、ハッフルパフに入ったんですけどね。紫色の盾の呪文。オッケーオッケー。わー、いいね。これでぐるぐる魔法ですわ。あった。ナイスー。オッケーオッケー。何だったっけ。そうそう、これで一旦キリがいいんじゃないか。そうだね、飛ぶ。なんだこの飛ぶ練習っていうふわっとした課題は。ここら辺はまたちょっとやっておくとして、あーと、あとやっぱこれだな、デミガイズの月だな。これをちょっと早めにやりたいね。ほうほうほう。アデアードオークスは誰かのことが心配。オッケー。なんかサブクエがめっちゃ増えてんだ、いつの間にか。いや、でもちょっと次回はね、ちょっと、はい、セバスと会いたいなと思いますので。よーし、ではお昼休憩に行ってきます。多分ね、また、1、2時間後ぐらいにね、開始すると思うんで、よかったら遊びに来てください。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。以上、稲成クレアでした。じゃあにー。またねー。